グッドレムさんのゆるばテレビ、今回はその第75回です。この動画の内容は、毎回一人が一冊の書籍を紹介し、それを残りのメンバーと議論し、知恵を深めるというタイプの活動です。この動画は音声ですが、SNS に入ると、参加者のお面をつけた画像を見られます。この動画の下にある URL をクリックして、ぜひ SNS に参加してみてください。この SNS に日記を書くと、僕を含めいろんな人がコメントをくれたり、癒してくれたり、知ったり、綺麗してくれたりします。この動画も日記で議論しています。では自己紹介を。はい、今日の発表者のミントです。みどりです。メロンです。かみつれです。はい、ではお願いします。はい、今日の本はですね、はい、ソニア・リュボミアスキーさんの書いた幸せがずっと続く12の行動習慣という本です。うんうん、これは日本語のタイトルなので、現代は、The How of Happiness。A new approach to getting the life you want ですね。はい。How to 何 ？How the how of happiness。あ、ここの幸せの方法。ピンポンピンポン。ピンポンピンポンね、これ見ててね。はい。あ、そう、はい、幸せな何ですか？すみません。はい。あ、でも How 何 ？How of happiness だから How to じゃないから。うん。幸せ How of How of ってすごいね。うん。How of happiness。どのように。どのような幸せ。あるかとか、まあいいです。ハウもハッピーですね。はい。で、副題は自分で変えられる 40% に集中しようっていう題なんですけど、金井真由美さんって方が役をされてて、渡辺誠さんっていうポジティブイノベーションセンターっていうところの代表の方が、ポジティブイノベーションセンター、監修してるみたいですね。うん、イノベーションの、イノベーションが流行った時代かな、それ。そうそう、なんかポジティブ心理学の潮流があったと思うんですけど、うん、はい、ありましたね。ね、流行りの時に、まあ、出された、うんうん、これも多分もともとは確か2007年とかにアメリカで出されてるはずなんですよね。10年前ですね。うん、そうなんです。でそれハウオブっていうのはね、なんかのやり方みたいな、うんうん、幸せになり方、幸せになる方法ですね。2007年ね、うんうん、そう、10年ぐらい前からちょうどね、ポジティブ心理学は絶頂期というか、はい、はい、です、うん、で、著者の紹介をしますね、うん、いいですか。はい、はい、このソニア・リュボミアスキーさんという方は、アメリカのカリフォルニア大学リバーサイド校、UCLA ですね、多分川沿いにあるんでしょうね。そうですね。の心理学の教授ですと。社会心理学とポジティブ心理学のコースで教鞭を取っていらっしゃいます、うん、ロシア生まれ、ハーバード大学で学士号を取り、スタンフォード大学で博士号を取得した、出た超優秀のやつ、うん、で、リボミアスキーの研究は2002年度のテンプルトンポジティブ心理学賞などさまざまな賞を受賞している。あ、まあ、これが 40% の話とつながってくるんでしょうね。はい、はい、うん、そうですか。そう、あれじゃん、例の何人もインタビューして、はい、まあ、それをここから話すんでしょうね、うん、そうですね、同僚の方と一緒にこの、そうそう、補助金を得て研究したやつですね、うん、で、また現在はポジティブ心理学ジャーナルの編集に携わり、米国国立精神衛生研究所から数年にわたって助成金を受けて、永遠に続く幸福の可能性について研究を続けている、うん、テレビやラジオの番組にも多く出演し、多数の講演も行っている。家族と共にカリフォルニア州のサンタモニカに在住しているそうです。うん、何もかもうまくいってる人だ。この方、なんか名前の感じ的にユダヤ人かなと思うんですけど。ソニア。しかもロシア生まれっていうか、ロシアっぽい。ロシアっぽいですか。あ、そっか。なんとか。あ、そっかそっか。そうだっすね。そうだっすね。そうだっすね。そうだっす。はい。です。で、これ最後の方に書いてある永遠に続く幸福の可能性。この方は特にこの長期にわたるというか持続可能な幸福みたいなことにすごく焦点を当ててるのかなっていう感じが本を読む限りしました。はい、はい、で、内容紹介に行きます。本書のこの本の最も大事な点は、これが科学的に証明された結果だということだと著者は述べています。20年以上幸福に関する研究と調査を行ってきた著者が科学的な研究に裏付けされた事実を述べています。はい、著者の知る限り、この本は人生で最も幸せになるための方法を説いた本として、初めて実際に リサーチを行った人間が記したものであると書かれていました。うん、でこの
なんでこれ書いてるかというと、なんかライフコーチとか臨床医とか、自己啓発にありがちな、まあ、精神論、精神的な幸福になろうみたいな、自分の経験に基づいてこれするといい、あれするといいよっていう成功体験を語ってる本とはちょっと一線を隠してますよっていう意味でこれを書いてるような感じの文脈でこれが出てきてました。多分この頃ぐらいからなんかそれまでの自己啓発からなんか科学とか心理学の面から書いた本が流行ったんですよね。はい、うん、そうです。それがここ1年ずっと読み続けてる本ですよね。そうです。あのあれですよね、ダニエル・ピンクさんとか。ダニエル・ピンク、行動経済学者。ダニエル・ピンクって何だっけ、ドライブ、あの幸福優位7つの原則。それダニエル・ピンク、あ、違いましたっけ。ドライブっていう本かな。あの違うか。ダニエル・ピンクって確か、日本、はい、タイトルは、ね、3.0 みたいな。そう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 、なんとか 3.0、うん、やる気 3.0。 なんかその当時なんとか 3.0 なんとか 2.0 が流行ったんだよね。うん、流行ってました。それダニエル・ピンクだけど、あ、じゃあ違うやつだ。ショーン・エイカーだ。幸福優位7つの、そうそう、ショーン・エイカー、そうそう、それがポジティブ心理。はいはい、そうです。そのなんか一連の流れみたいな、っていうかなんかあの似たような、すいません。はい、で、著者は幸福介入、幸福を高めるための意図的な働きかけを行う実験を行って、何千人もの人々を対象にした研究結果を裏付けとして、人は何によって幸せになるのかといったことについて、現在の科学者が知っている全てをこの本にまとめた。著者が考える人がより幸せになるために重要な 40% の解決法という概念についても紹介する。幸せというものの中で人が行動や考え方を通じて自分で変えられる部分は 40%。 40% という数字は長続きするより幸福な状態が誰にでも可能なことを示している。このレジュメのフォントがすごくいいんだ、これ。それがですね、途中から明朝に変わってるんですよ、ゴシック。これすごいかっこいいね。なんていうフォントなんだろう。え、多分 MS ゴシックとか。これが MS ゴシックなんだ。うん、多分そうです。すごい読みやすいんだ。はい、途中から読む、全く違う文章ちょこちょこ見てくけど、すいません、はい、博士結構本当にこだわりがあります。そう、本当、あ、すいません、わざとじゃないです、今の違う。それ、いいえ、私も別に誘ったわけなんかいつ、たまに結構ちょくちょくあのフォントがいいねって言ってた。僕のこの中のスティーブ・ジョブズが、うん、カリブラリーについて。え、博士のおすすめフォントは何ですか。大阪かな。大阪、大阪っていうかな。何、大阪なんてある。ありますよね。あとクーリオだっけ、クオリアとかククーリオ、クーリー、クーリエ、かっこいいんだ。アドミラルってないですか。あ、出ますね。アドミラル、うん、結構、はい、あのなんか変換で出てこないやつだ。フォントを変えると出てきたりしますよ、ね、ある、あります、ね、感じとか、うん、そうそう、びっくりする、ね、あ、どうでもいいです。いや、いいんですはい、じゃあ今週から幸せだと思います。ああ、そうですね、それ気づくのは大事です。なんだっけ、内容にじゃあもう早速入りましょう。はい、そうですね、はい。この本の構成なんですけど、うん、パート1で、より幸せになるためのプログラムの基本、さっき言った 40% の解決法の背後にある理論についてパート1では述べてます。で、パート2で幸福度を高めるための12の具体的な行動習慣と詳しい分析を説明してます。で、パート3のところでこの幸せがずっと続くためのベースとなる重要な5つのコツを説明してるんですけど、ちょっとパート3までやる余裕がなくて、パート2で私ちょっとまだ止まってる状況なので、なるほどね、全てはご説明できませんということを最初にあのお詫びしておきます。いや、全然違いなくていいんですよね。そうです、買ってくれればね。そうです、そうです。その通り。あの全体を通して今回なんか結構重要な、まあ、知ってることも多かったんですよ。今までゼミでやって知ってることも多かったけど、なんかテストみたいなのも出てくるんですね。幸福度を測るテストとか、あのオックスフォードのなんかその幸福度調査のテストとか、そういう権威にね、ちょっとあのバンドワゴン効果っていうんですか、そういうのであれです。バンドワゴン効果、ちょっと説明してもらえますか。バンドワゴン効果って日本人って特になんか日本人によく見られる傾向らしいんですけど、うん、大人気とか限定とか、うん、みんな持ってるとか、そういうのを最初に聞くとそれがすごく欲しくなるっていう。それなんでバンドワゴンなんですか。なんかワゴンにこう区切られたみたいな
意味だったり、今日だけみたいな、あ、そう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 、バーゲンとか、そう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 、それを聞くと、なんか今みんな持ってますよとか人気ですよって言われると欲しくなるな、そうね、そういうのないですか、ありますね、私逆、いやでもそれもさ、それも同じだよ、ね、逆ってことは、うん、なんかみんな持ってないとか、なんかね、お揃いとかちっちゃいとか嫌いだった、この割に一番典型的な iPhone 持ってるじゃないか、これは私興味がなかったくて、これを買えって言われてこれを買った、こだわりがなかった、素晴らしい、それすごい、それすごい、はい、で、何でしたっけ、カミツリさんが死んだような目をしてます、なんかプールの後の人みたいな、そうそうそう、言ってました、完全にそう、ぼんやりプールに入った後の人の感じですけど、大丈夫、なんか、なんだろう、すごいショックなことがあった、いや、それはないないですか、あ、ちょっと頭今日ね、化粧してないんですよ、いや、そういうことじゃん、目が死んでますか、死んでるって大丈夫です、大丈夫ですか、寒くないです、はい、そうですね、で、なんかこのタイトルは幸せがずっと続く12の行動習慣なんですけど、なんか著者は別にそれはもちろん12の習慣大事なんですけど、うんうん、なんかそれの背景にあることもすごい大事みたいな、結構ページ割いて書いてたと思うので、そこも大事かと思いますので、はい、パート1から説明していきます、うん、はい、1、自分で変えられる 40% に集中しよう、富、名声、美しさ、健康などのいわゆる幸福と聞いてイメージするものは、実はあなたを本当に幸せにしてくれるものではない、お金があれば幸せになれるのは事実だが、多くの学者が力説するように、お金があっても短時間のささやかな幸せを得られるに過ぎない。これさ、ツッコミ入れていい？はい、早くツッコミ入れていい？わかりますよ、どこに入れたいか。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあえ、お金があれば幸せになれるのは事実だがってとこですか？うん、なことが書いてました。いや、なんていうか、うん、最近、まあ、2、3年前に、はい、マーティン・セリグマンが、マーティン・セリグマンっていう、セリグマン、そうです、まあ、幸福学の権威が、はい、新しい本出したでしょ、出しました、それなんて本だっけ、なんか持続する幸福のなんか本みたいな、うん、そこで彼こそが幸福心理学の権威なわけですよ、はいはい、ね、そうですね、まあ、この人もソニア・ビロニアスキーもそうかもしれないけど、でその人が、幸福っていうのは5つの要素があるって言ったんですよ、うん、でその中に この今、ミントさんがおっしゃられたのが入ってるんですよ、でそうなんだ、そうだから、おいおい、あなたセリグマンさん、なんか話が違うじゃないですかと思ったんですよ、え、これ入ってるんですか、え、全部じゃないですよね、いや、ね、名声、いや、それはね、まず名声っていうのが入ってます、富も名声の中に入ってるのかなつまりそれは、うん、いわゆるこの本が出た頃の、はい、ポジティブ心理学ではこんな風に書かれてるわけですよ、はい、あなたを幸せにしてくれるものではないと、うん、でもマーティン・セリグマンは、はい、ごめんなさいと、入ってますと、うん、じゃあ自分の論は否定したんですか、定してない、自分の論文はこの、ソニア・リボミアスキーとか、うん、ショーン・エイカーも含めて、はい、それ幸福のうちの一部であると、うんうん、でも例えば私はここまで頑張ったからこれだけの富を得たとか、うんうん、これだけの地位になったんだっていう幸福はあるって書いてあるんですよ、うん、その本に、うん、あると思うあるんですよ、だからで、このここで言っているソニア・リボミアスキーが言っている幸福感っていうのは、うん、なんかこうふわふわとした、私幸せだなって感じる、でも一方でそのすごくストイックに頑張った後で、うん、まあ、毎回4回に1回出てくるイチロー選手とかも、はい、俺はここまで頑張ったんだって振り返った時に幸福感を得るっていうことなんですよ、うん、達成感、達成感、うん、って書いてあるので、僕はその時に、はい、あー、マーティンさん、僕は そこまで知っていてこう書いてるのかなと思ったんですよ、ね、そこまで知っていて、あ、いや違いますよと、うん、幸福っていうのはそういうふうに言われてるけど、ここに書いてあるみたいな、ね、うんうん、でもその時の感情を決めてますよって言っておきながら、ごめんなさいって言い直してるわけですよ、うん、でその時の幸福には、チグミント・ミハイが言っている、はい、フローと呼ばれる、はい、なんか高鬱とした状態、はい、物事に集中してる時に、はい、前、過去のことも未来のことも忘れてる状態も、うん、5つのうちの1つに入ってるんです、フローは出てきます、うん、フローってでもこれとはまた違う状態ですよね、なんか、まあ、いや、それはいいとして、うん、とにかく
そのマーティン・セリグマンのその本が僕の中では最新なんですよ、はい、なんかあの博士のおっしゃることもすごくよくわかるというか、うん、あのなんて言うんだろう、私もこの本を読んでて、うん、あのちょっと違和感を覚えるところは確かにあったんです、うん、でもなんて言うんだろう、この人がやろうとしていること、この本でやろうとしていることは、みんながなんか思い込んでる幸福に対する概念を一旦ちょっと取り壊してというか、うん、あの凝り固まったその幸福ってこういうものだっていう一般に信じられていることを、その科学的な裏付けを用いて一旦ちょっとフラットにする、幸福への考え方を一旦フラットにすることによって、うん、あの自分の手、まあ、研究結果であるこの12の行動習慣をやると幸福に近づけますよっていうことをより信じやすくするためにそういうことを言ってるのかなっていう感じ、うん、そう思う。でさらにまた反論していいですか。はいはい、あのいやこれ2007年とか2012年とかに出てる感じじゃないですか、はいはい、でその時はものすごくセンセーショナルだったと思うんですよ。これを見てる皆さんとかここにいる皆さんがどこの位置にいるかわからないけど、はい、もう僕の中でこれは当たり前になっちゃってるんです、うん、そうですね、ソニア・リボミアスキーが言ってることはね、そうですね、そしてもう一回セリグマンがごめんなさいって言ったんで、うん、もう一回それを壊されてってことになっちゃってるんですけど、うん、でもその前の前にいる人たちはこれはいいと思う、うん、なんかこうどうぞいや翻弄されたんだなと、翻弄されました、ね、マーティンちょっと待ってくれとこの人自身もね言ってるんですよ、そのこういう心理学的なとこも 学問じゃないけど、その社会的な潮流として、うん、例えばその流行り廃りがあって、そうそうこういうふうにポジティブ心理学が出てきたらみんなそれに飛びつくと、そうポジティブ心理学だけじゃなくて今まで出てきたその瞑想だったりとか、そういうのが出てくるとそれにすぐ飛びつくけど、それが本当かどうかっていうのはちゃんと検証する必要があると、うん、言ってて、うんうん、それはそうだなって思うのと、あとは若干その綺麗事の部分もやっぱりあるとは思う。そのなんだろう、私が思ったのはそのこの人が言ってるのはお金とかその富とか名声とか、うん、そういうその分かりやすく幸福だろうとみんなが考えるもの、そう、ね、うん、あの環境が良くなれば幸福になれるとか、そういうのはその根本は間違ってるんだけど、実際少しの幸福を高める効果はあるとは言ってるんですよ。その一時的な幸福を得る効果があると、うん、ということはですよ、一時的な幸福を永遠に続、その違う形で一時的な幸福を得続けていくなら、結局それって一時的な幸福であっても持続するってことじゃないですか。そうですね、うん、一時的な幸福が持続するってこと、うん、あの持続できるその一つの幸福じゃないかもしれないけど、いろんな幸福がちょっとずつ来るっていうことであれば持続するから、ちょっとなんかおかしいかなっていう気がする、うん、ちょっと話がおかしくないレベル高すぎてもそれまで考えてない人もいるんですけど、いやいやいや、うん、でもこの人言ってましたよ、別に幸福とは何かって考える必要がない人がいることも分かってると思うんですよ。幸福って人は別に考えなくても分かるんだって、うん、幸福な人は自分が幸福かどうかも分かってるっていうことを言ってたけど、うん、まあ多分2時間後には完全に分かってるんでしょうねあの僕もいろいろ突っ込むし、はい、あの、はい、いろんな意見もあるんで、うん、はい、で、まあ、この人の本の中で多分おーって思うことは、うん、幸福を決定するものは何かっていう話なんですけど、うん、この研究で明らかになっていることがあるらしく、はい、100% の円グラフをちょっと思い浮かべていただきたいんですけど、うん、幸福を決定する要素というのが3つありますと、はい、1つは遺伝による設定値っていうのが 50% あるんですね、うん、つまりその幸福を感じられる度合いの強さみたいなものが人それぞれ違ってて、それは遺伝によってその母からか父からかそれとも両方からか受け継がれてるものだって言ってて、うん、それが 50% ありますと、うん、で、残りの 50% のうち環境が、うん、もたらすものが 10%、 さっき言ったみたいな富、名声、美しさ、健康とかどこに住んでるかとか何を持ってるかとかそういったもの、自分がどういう実際何があったかとかね、はい、うん、っていうのがたったわずか 10% だと実は、うん、で残りの 40% が意図的な行動によって作り出される、幸福だっていうふうに言って、意図的な行動って何ですか。自分が選択したり自分の行動だったりとか、うん、
つまりその意図的な行動ということは変えていけるというか想像できるというか、それが 40% だよっていうことを書いてました。それが多分で何の研究から分かったかというと、なんか双子の研究、幸福な双子の研究というので、はい、幼少、まあもちろん普通に同じ家庭で育った双子も調査してるんですけど、同じ家庭で育った双子とあと、幼少期にバラバラにされて違う環境で育った双子を調べた時に、その双子の幸福度、双子が感じてる幸福度っていうのがもうかなり似通ってたと。それなんで双子なんですか？双子は遺伝子的にほぼ全て共有してるかなっていうことを言ってました。そうですね、書いてあった。で、環境が違うっていうのはどう？環境が違うっていうのはつまりその幼少期に同じ親、あの親からの双子なんだけど幼少期に離れ離れになって違うところで暮らしてるから、その環境の影響を受けてない、うん、同じ環境だからっていうことになくなってるからっていうので、だから環境の影響を受けてなくて遺伝的に完全に同じってことですね。そう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 です、うん、っていうのを調査したり、まあこの調査だけじゃないけど、なんかいろんな調査から結局 50% は遺伝による設定値で決まってて幸福を感じる。だからアンケートしたんですよね。はい。でその時に、今日私は、なんか心がウキウキしてる丸とか やっていくと、うんうん、50% ぐらいが双子を同じことを書いているってことですよね。そうです。 40% ぐらいが意図的な構造って何だかと思う。毎回後で言っちゃうこれね、うん、そのグラフね、この円グラフです、うん、見えるか、はい、だから毎回それ言ってくれる、ね、はい。信じがたいかもしれないが、強力な研究結果によって環境の要因が幸福度にあまり影響しないという発見がされている。これが真実だと受け入れられれば幸福を追い求める力はより大きくなる。つまり幸福になるための最大の鍵は遺伝子の性質を変えること（不可能ですが）にあるのでも、環境を変えること（つまり富や魅力、もっといい道理を求めること）にあるのでもなく、私たちの日々の意図的な行動にある。うん、つまり幸福度を高めるために 40% は私たちがコントロールできると言ってます、うん、ちょっと少ないですか、もしかして。いや、どうですか、どうですか、緑です。少ないですか、 40% 50% 60% はもう決められないっていう、まあ、初めから決まっちゃってるというか、自分にはいかんともしがたいというか、その数値ってまあこれは決まってるんですね。 50% 50% はもう決まってる、ね、決まってるけど、その行動と環境でこう増やしていけないですか？あ、そのパーセンテージをってことですか？うん、パーセンテージは増やせないんだ。ただ思うのが、僕もともと遺伝子の専門家なんですが、はいはい、遺伝子も毒を、活性化して毒を不活性化するのって日々変わってるんですよね。例えば有名なサーチュインっていう遺伝子があって、知ってます？ありますよね。名前は聞いたことある。サーチュイン遺伝子っていう、ね、それは飢餓状態になると急にこう活性化されるんですよ。でそうすると、寿命を延ばしたりとか、いろんな働きがバーって生まれてくるんですよ。だから遺伝子が配列は全く同じだとしても、ある環境でこう出てくるものとか出てこないものがあると思うんですよ。それはこの方は考慮してない。例えばなんだろうな、糖質が多いものを食べ続けてる時に出てくるものが心理に何か影響を与えてるかもしれないですよね。そうですね。そこは今後いろんなことが分かってくれば、こういう食べ物を食べることでとか、分かんない、外部の刺激を受けることで遺伝的にこれが活性化されて、これが活性化されないみたいに変わるかも。わかります？言ってください。でもなんか食べ物が心理に及ぼす影響みたいなのって、なんか若干聞いたことあるような、なんかタンパク質が不足する。リルさんが食いついてくる可能性があるこれ。いやいや、そのリアクション、そのリアクションがごめんなさい、もう言えないんです。博士が言ってたんですよ。そんなついてくるのはっていう歌詞とか、ただ突っ込んだことによってよりミントさんを追い込んでるっていう。ダメ、まあいいんです、いいんです。まあ、だからこの食べ物っていうとね、でもリルさんはでも幸福追求のためにはいい、ご自身の
幸福を追求してるんだと思いますよ。だって、うん、後から出てくるその自分自身が熱中できることとかを見つけるっていうのはいいみたいな感じで、いや、そう、だから食べ物もそうだし、はい、あと何でしょうね、あのホルモンとかね、うん、だから年齢によってホルモンの関係変わってくるじゃん。ああ、そっか。そういうものも幸福に影響を与えてると思うんですよ、ね、更年期みたいな。更年期もそうでしょうね、うん、はい、なんかあのでもなんか言おうとしませんでした。いや、食べ物って、うん、本当好きなものを食べてるときその瞬間ってすごい幸福しやすいじゃないですか。うん、そうですね。たとえそれがこう体には良くなかったと思うとして、はい、だからそういう、うん、なんだろう、タンパク質とかなんかそう、なんとか質とか糖質とか、うん、ね、糖質は最近あんまり良くないものってされてるけど、されてますね最近は。だからずっと取り続けてたらもしかしたら幸福でなくなっていくのかもしれないけど、その時幸せなら、それ今すごいミントさんがなんか痛そうです。いや、いや、みどりんさんのなんか着眼点いいなと思って、確かに美味しいもの食べてる時って幸せだけど、その幸せについてはこの本で書かれてなかったから、ソニア・リボミアスキーさんはもしかしたら、あ、まだでも私が読んだところに書かれてないんですか。第6章に書いてあるんですよ。なんか、そう思ったんです。うん、なんか例えば健康に対しての幸せ感って、うん、病気をした後と病気をする前では全然違うじゃないですか。確かに。それってでも同じ、何も変わってないけど、うんうん、幸福ってこう、まさにそれはこの 40% 書いてある、書いてある、そうそうそう、さすがみどりんさん。みどりんさん、あ、ごめん、みどりんさん。そう、それもそ、この世界の捉え方ですね。そうそう、あ、それよ、そうです、もう大丈夫ですかね、もう違います。いやいや、そう、なんかね、あのさっき その遺伝による設定値 50% のイメージは、その体質によって太りやすい人と痩せやすい人がいるだろうみたいな、それを思い浮かべれば分かりやすいって言ってました。なんか何の苦労もしなくても痩せ体質な人もいれば、すごい、そう、努力しないと体型維持できない人もいるみたいな感じって言ってました。はい、じゃあ幸福度数っていうものにあのちょっと説明したい。まあ、カーブにするためには数値化しないといけないからね。そうなんです。これでもあのこのリボミアスキーさんが、うん、あの開発した後自信を持って書かれておりました。素晴らしい、はい。ちなみに著者の幸福の定義をちょっと述べておきますと、ソニア・リボミアスキーさん、幸福という言葉を喜びや満足をもたらす経験と充実して生きがいがあり価値のある人生だと感じることを合わせた状態として用いています、うん、はい。で、さっき言った幸福度スケールなんですけど、これは著者が開発した幸福度を測るスケールです、うん、ですね、説明がありまして、以下の質問のそれぞれについて自分に最も合っていると思われる番号に丸をつけてください。4つの項目は1から7までの段階の内容がそれぞれ違うので注意してください。1番、1から7まで段階があって 1,2,3,4,5,6,7 っていうあの数字が書かれてるんですけど、その上に1個1個質問があって、どれぐらい自分にそれが当てはまるかっていうのを丸していきます、うんうん、はい。7段階評価ですね。そうです、うんうん。1番、4つ質問があります、はい。1番、全体として私は自分はこう思います、1が幸せな人間ではありません、7がとても幸せな人間です。つまりその数字が上がるごとにとても幸せな人間だと自分自身で全体として自分をこう思うっていう。これってさ、はい、あ、これ考えないときに書かなくちゃいけないことだと思うんですけど、はい、こうなんていうのかな、自分を客観的に見たときに、うん、あ、これ幸せなんだろうな僕はっていう幸せと、うん、こうなんか、あ、幸せっていうのと違うよね。なんかいつも僕自分のこと幸せな人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それはまあその人類をピラミッドにした時に、はい、上の方に入るなっていうふうに考えて幸せだと思う。あ、客観視してってことですか。そう、でも実際にはどうかっていうと、うん、どう、まあ、そうなんですか、うん、私は主観だと思ってました。自分の主観で自分をどう思うかってことかですよね、うん、でも そういうふうに思って幸せなんだろうなと思ってる時、それって主観じゃないかと思うんだよね。つまりピラミッドの、うん、まあ、上の方に人類ね、今75億ぐらいいるけど、うんうんうん、多分上、まあ、5億ぐらいに入ってるとすると、うん、ああじゃあ幸せなんだろうなと思うじゃないですか、はい、でもこれも主観じゃないですか。それは感じてるわけじゃなくて考えてる、考えてるけど、うん、その瞬間に、でもそれって比較してませんか、うん、他者と、うん、比較してる、
比較しちゃダメです。ダメなんだ。ダメっていうか、あ、ダメとは言えないですけど、なんかテストの意図が違っちゃってると私は思っちゃうんですけど、なんか博士はなんだろう、どっちの視点も結局持ってるからいいのかもしれない、その客観だけに寄りすぎてないから、その自分はこれで客観視してる気がするっていうことまで分かっちゃってるから、それはそれで多分いいなと思うんだけど、なんか後の方にその12の習慣のところでなんか他人と比較しないっていうのが出るから、でも博士は地球規模で比較しちゃってる。でも多分ね、なんだろう、お笑い芸人、例えば明石家さんまとかも、はい、わしは幸せだとか言ってる時に、この立場にいるから幸せだって言ってるのであって、本当はどうなんだろうっていうのは、でもそれも彼自身の幸せに入ってると思うんですよ。わかります？そう思えることが幸せってことですか？そう思った瞬間、幸せ度が上がってるじゃん。そう思わない人いるじゃん、仕事が大変すぎるとか思う、多分さんまさんも思ってるわけですよ。でも、もうお笑いで売れて、あのテレビ黄金時代にあって、借金も返した、あ、俺幸せなんだろうなっていうのも、含めて今幸せを感じてるわけじゃん。なるほど。だからなんかよくね、恵まれてるなとか言ったりするわけ。はいはい。もうその瞬間多分他の人と比べてるもんね。そうですね。だからそれも考えると6なんだけど、でもそれ考えないと3だなみたいな。ああ、そんなに下がっちゃうんですか。下がる。主観のみだと言ってくる。だから僕の中で幸福な感じってイメージとしては、まあよく言ってるけど、カリブ海とかでこう大きな船にね、まあ、ボートです、でっかいボートね、はい、上にこうサウナの中にプールがあるんですよ、海があるのにまた中にプールがあるんですよ、すでここにパラソルかなんかの下でこうサングラスして、ワインでも飲んで、でなんか電話がかかってきて、あの博士相談ですと、沈黙しろみたいな場所、海外からも海外からっていうようなのが、そういうイメージが幸福なんだけど、あるいはちょっと潜りたくなってこうね、熱帯魚みたいな、バブルというか、あのだからといってシャンパングラスバーってやれるのはいらない、そのカリブ海という、もう日常から完全に離れたところ、も海は多分緑でなんか、ね、それでも飽きるんですよ、そうするとこれ7ですな、7、あ、それが7、なんか私これや博士が今言ってるのとちょっと似てるかもしれない、似てないか、でも、似てないか、いいよ、なんかこの、やってる時に私はまあ自分のこと結構幸せだなって思ってるんですけど、でもなんかまだこれより幸せになるかもしれないからって思って7にしないっていう、はいはい、ちょっとなんか伸びしろみたいな、そうそう、大吉になるとちょっと怖いそうそうそう、だからなんか今幸せだけどまだもうちょっと幸せになれるかもしれないから、じゃあ5か6にしようかなみたいなのないですか、ある、そういうのもあるね、それはどうなんだろう、リボミアスキーさんに聞いてみたいです、ちょっとリボミアスキー下ろしてちょっと聞いてみてください。とにかく、あんまり考えすぎずに答えてほしいです、ね、ですよね素直に思ったまま、きっとそう言うと思う、はい、じゃあ 2番いきますね、はい、2の質問、大抵の同僚と比べて私は自分をこう思います。1、彼らよりも幸せではありません。同僚ね、はい。7、彼らよりも幸せです。なので7に行くに従い幸せですね、同僚より。まあまた4だな、で、じゃあ次3番、全体としてとても幸せだという人々がいます。そういう人たちは何が起きても人生を楽しみ、どんなことも最大限に活用しています。このような性格はあなたにどの程度当てはまりますか。1、全く当てはまりません。7、大いに当てはまります。なるほどね、面白いな、これやっぱり。じゃあ次いいですか、はい、はい。4、全体としてあまり幸せではないという人々がいます。そういう人たちは落ち込んでいるわけではないのですが、願っているほど幸せになれたことはありません。このような性格はあなたにどの程度当てはまりますか。1、大いに当てはまります。7、全く当てはまりません。なるほどね、でこの得点の計算方法なんですけど、ステップ1の1から4までの点数の合計をまず出していただいて、はい、で、それを4で割ります、つまり平均値を求める、はい、と何点ぐらいでしょう。5点ですね。あ、5点、赤字5点、私も大体5点でした。大体5点、5.28 みたいな、5.4 ぐらいでした。ちょっと僕ら幸福じゃないですか博士のおかげですねいやいや、今の時も同点に上がってるやった
上白石さんはいくつぐらいですか？4ぐらいですね。あ、どうぞ。 5.25。 緑さん 5.25。 4.25。 私も4です。4。まあ、真ん中に近いですね、うん、みんなね、はい。で、これ、アメリカの社会人の人、はい、社会人の人の平均点数が 5.6 点なんです。へ、仕事をしている成人や仕事を引退した人たちの平均点が 5.6 点。アメリカ人ってすごい人種のるつぼじゃん。それでも当たってるそうだ。ヒスパニックとか。あ、でもなんか大体白人って書いてあったかな。でもこの研究じゃないかも、すいません。大体白人だって言うと、大半が白人でしたみたいな記載があったんだって。その時期じゃないかもしれないけど書いてあったから、はい、それで違うよな。ん？それによって違いません？あ、人種によってってことですよね。アメリカだってスラム街に住んでる人たちとか。どうしよう。まあいいか、あまりアメリカ人もいいよ、忘れて、うん、すいません。ちょっと書いてほしいですね。多分あのリボミアスキーさんも読んでる人がそこまで深く考察してくれると思う。いや、編集で切ってるかもしれないしね。あ、そっか、うん、リボミアスキーさんを持っててもなんか一般化されちゃってるのかな。そうそう、日本人に言ってもしょうがないね日本編集者が、うん、そうですね、はい。で、なんかちょっと待ってください。あ、でも書いてあります。さすがリボミアスキー。ごめんなさい、私が見落としてたんだ。私はこの質問票をさまざまなグループに使用しました、うん、グループの性質にもよりますが、うん、平均的な点数は 4.5 点から5点でした、はいはい、ただ仕事をしている成人や仕事を引退した人たちの平均点は 5.6 点、大学生の平均点は5点を少し下回り、成人に比べて点数が低くなる傾向にあります。大学生超一流大学でしょ。どうせでも大学生ってなんで低くなるんだろう。なんかちょっとわかる気がするけど、大学の時より今の方が近いんで。いや、超一流大学だからですよ。あ、勉強が大変だから。ショーン・エイカーが言ってたじゃん、ハーバード大学に入った人はすごい自殺するって。あ、そうでした。なんかすごいプレッシャーかかってるっていう。でもその辺の大学だったら何のプレッシャーかかってないっていうか、わ、うん、かんないけど。そうか、全ての大学について言ってるのかもわかんない。まあいいよ、細かいこといいやそういうことにこだわらなくていいや。そうですね、うん、大学生より年齢が高く、得点が 5.6 点以下なら平均的な人よりも幸福度が低いことになります。別の言い方をすれば、あなたの年代の 50% 以上の人はより高い得点を自分につけているわけです。もし 5.6 点以上なら平均的な人より幸せだということになります、うん、もうこれ日本だから。日本はね、うん、ちょっと悲観的っぽいよね。そうそう、もちろん平均的な人という場合、あなたの性別や年代、職業、国籍などによって異なります、うんうん、いずれにしてもあなたの得点以上に幸福度を高められること、あなたがもっと幸せになれることを忘れてはなりません。そうだね、他人はどうでもいいよね、はい、自分がより幸せになること、ね、そう、これなんかあの何回もやるみたいで、この表自体にこう2回目は、あ、日付も書いてくれって書いてあって、なんか日付も書いて、日によって違いそう。それがあるね、うん、日によって違うわ、うん、そう、2回目やったとき、3回目やったときって多分違うと思うから、それを日付書いてやってみてくださいっていうのを書いてあります。うん、6月27日とはいです、って感じです。で、なんかこれはあなたの設定値を判断するために知っておくべきことです。つまり平均より低ければちょっと幸せを感じにくいかもしれないし、高かったら幸せを感じやすいかもしれないという感じですから、目安にはまあなるのかな、はい、うん。で、リボミアスキーさんが言うには、幸福は自分自身の中にある心の状態であって、自分や住んでいる世界をどう感じるかであると、うん、誤った神話、幸福神話は 4つあると、うん、幸せは見つけるものだっていう考えで、環境を変えることで得られるっていう考えで、生まれついて持っているものだっていう考え、つまり結婚すれば幸せになれるとか、あ、そうです、お金持ちになると幸せになれるというのは幻想だと思うんですよね。幻想です、うん、僕それを10年前くらいにソニア・リボミアスキーとかショーン・エイカーに聞いてから、一切の努力をやめちゃったんですよねものすごい影響を与えてるんですよ、ね、っていう感じで、そうそう、うん、もう、あ、なんだ、外の世界関係ないんだと、もう今で十分幸せだったら何も得る必要ないじゃないかと思って、うん、あらゆる努力をやめましたよ本当です本当です。でも博士はね、はい、どうだったんですか。まあそれなりに幸せなんだけれども、セリグマンが、いや違うぞって言った瞬間、そこから待って待って、やっぱり金持ちの方が幸せなのに買わないって思いました僕は。まあそれは置いといて、それ素直なんですよ、ね、素直なんですよ、うん、しかも結構なんか仏教でしたけど、仏教もなんか同じ、仏教もダメなんですよ、仏教のセリグマンが努力をやめちゃったんですよ仏
拒否するともう生きるのもやめちゃいそう。そう、生きるのことにも興味を失っちゃう。人生に意味なんかないからっていう。意味があると思ってること自体は苦しみを生むとか言われたらさ。仏教ってセリグマンと何ソニア・リボミアスキーのせいで、すべての努力の執着が。博士は権威に弱いんですか、そういうことではない。いや、僕なんか検討するんですよ。うん、そのソニア・リボミアスキー、ね、いろいろツッコミを入れて、あ、これはもうツッコミどころがないと。思ったら信じる。うんうん、その、まあ、まさかね、セリグマンがね、ごめんなさいって言うと思わない。さらに研究した結果とか言われちゃうとさ。うん、まあいいや、はい。はい、わかりました。うん。で、美しさと幸福の関係とかも、なんか、ないって書いてあったんだけど、本当か。あと見た目の美しさってこと？はい、なんかそれはなんでわかるかというと、うん、この人なんかインタビューも行ってるんですね。研究と並行して、はい、まあ研究の一環なんでしょうけど、はい、美容整形のすごく有名な番組があるんだそうなんですけど、うんうん、アメリカのビューティーコルシアの時ですね。そうそうそう、それに出て、もうその整形って普通ちょっと不自然になったりしがちだけど、それが全くないぐらい12時間の手術で、まあ、40歳ぐらいの女の人がもうすごく若返ったそうなんです。でメイクアップする人も気づかないぐらいすごく綺麗になって、その人も1年間ぐらいはすごく幸せだったそうなんですよ。すごい自分が若返ったみたいな感じで、でも夫とも別れようみたいに思ってたらしいんです。新しいなんかパートナーですけど、でもなんかある時それが全くの間違いだったっていうことに気づいて、その幸福感はなくなって普通の元の状態に戻ったって。だから今考えるとそれは別に幸せとは何も関係なかったですみたいな、シワがなくなったことは素晴らしいことなんだけど、それと自分の幸せとは関係ないと思いますみたいなこと。分かるよ、もうそれも影響されたから、うん、だからもう見た目も全く気にしなくなったと思う。自分の見た目に関しても、いや、博士はなんか好かれてるからみんなにね、いいです。いや、そんなことないよ、それは置いといて、はい、です。でも博士なんか若い時のあのビデオかっこよかったですけどね。その時はまだ読んでないのかな。読んでないから、うん、はい、で、あとなんか快楽順応という人間の性質それですよね、うん、それがこれまでの心理学の話ですね。どうぞ。はい、あるんです。例えば、さっき言ったみたいにすごく大きな富を得たと、うん、でそれで幸せになるじゃないですか、その瞬間。例えばさ、年収300万円の人が年収600万円の仕事についてその時はすごく嬉しいじゃないですか、年収が上がって、うん、だけど年収600万円を得られるようになるとだんだんそれには慣れてくるんですよ、うん、人間って慣れる、うん、で驚くほどすぐ慣れるんですって人間って、その、うんうん、幸せなことにも、うん、まあ、順応とか適応とかそういう能力がもともと備わってて、快楽だけじゃなくて苦しいことにも順応するんですよね。それはすごく人間にとってはすごく重要なことだってソニア・リボミアスキーは言ってて、例えば失明したとしてもその中でも幸福を得られるように人間はできているって言ってて、その状態に慣れた上でその幸福を得るっていうことができるんだっていうことを言ってて、それも素晴らしいことだけど、だからその快楽に順応しちゃうから結局どれだけ得てもまた慣れるよっていうことですよね、うん、そうですね、うん、でもそれに関して言うと経営学者、人、このゼミの初期の頃に多分取り上げたイノベーションオブライフ、あ、クリステンセン、そう、クリステンセンかな、うん、あれ何クリステンセンだっけ、まあいいか、その人が、経営学を取り出して、はい、従業員ね、社員に、やる気にさせるには2つ種類分けてるんですよね。1つは衛生要因、それは収入が多いとか、うん、福利厚生がしっかりしてるとか、うん、なんか、うん、なんだろう、地位が上がるとか、そういうのを衛生要因と呼んでいて、これはすぐ慣れるんですよ。一方で動機づけ要因というのはもう一個あって、それは生きがいと関係してると。だから、なんていうかな、この技術を極めたいとか、みんなにこう、なんていうか尊敬されるとか、うん、人によってそれぞれ違うんだけど、はい、この動機づけ要因っていうのが大事なんだと。動機づけ要因を社員に与えられれば社員はずっと仕事をやり続けるって言ってるんですよ。ってことは経営学においてはそういうさっきのソニア・リバミエスキーが言うところの、はい、富とかそういうのと分けてるんですよ。分かります、はい、だからいわばなんていうかな、ソニア・リバミエスキーがもしかしたら見落としてるかもしれないししてるかもしれないけど、うん、見落としてるかもしれないのはある種のものっていうのはずっと幸せが続くかもしれない、それを経営学では動機づけ要因と呼んでるかも。
わかります。なるほど。つまりその山中教授とかがずっと iPS 細胞を研究するのは、そうそう、お金もらってるからって。それじゃないじゃん。そう、そういうの、そういうの。みんなの役に立ちたいからとか。そうそうそう。だからそれは動機づけ要因って言われてて、はい、実はそれはそのなんていうかな、長期的な幸福と関係してるかもね。うん、関係してるかも、それを言われると。うん、目が見えなくなっちゃうとか、そういうのは衛生要因かもね、うん、目が見えなくなるけど自分の作った詩が多くの人に賞賛を受けるとかは続きやすいのね、うん、衛生の衛生ってどんな字ですか？なんていうかな、衛生面に気をつけるの、衛生、あ、クリーンの衛生、クリーンの衛生、うんうん、クレイトン・M・クリステンセンでした。早っ、しゃべりながら調べてた。そうです、すごい、マルチタレントだよ。そんなことない。マルチタレントってなんか微妙な感じですよね。そうだね。なんだっけ、器用貧乏ってね、英語でね、ほう、なんかジャック・オブ・オール・トレイズって言うんですよ。ジャック・オブ・オール・トレイズ、うん、あのジャック、あの普通の多分一般男性の名前っていうの で、ね、オール・トレイズっていう、なんかいろんなデパートだみたいな感じで、うん、トレイズって、うん、そう、ジャック・オブ・オール・トレイズっていう、今メモしたでしょ。じゃあ一生使わないからそれ。メモしたけどその瞬間から死ぬまで使わないですよ、ジャック・オブ・オール・トレイズは。エイドリアンの友達がいてました。あえて使う方法はあるよね。それってジャック・オブ・トレイズね。すごい嫌なやつ。どうでもいい。先週の発表の方がいい。こういうのちょいちょい挟んで。よろしくお願いします。はい。で、まあまあ、でも そうか。でもまあ、そういうの続かないんだと、ね。うん、そうです。あの、有名な時期ありますもんね。その高額宝くじが当たった人と、うん、なんだっけ、両足を切断した人に対してインタビューをして、その1年、そのインタビューした時は両足を切断した人は不幸だ不幸だって、まあ、アンケートに書くんだけど、で高額宝くじが当たった人は幸福だって書くけど、1年後同じぐらいに戻ってるっていう2つの集団が、うん、っていうのがそれですよね、快楽適応っていう。なるほど、そうですね、はい、不幸も適応してしまうっていう、ね、結局人間って何でもなれるってことですね。そう、だから僕が言ってるその手に入りそうで入らない距離っていうのが、うん、そこで重要になってくる。手に入らないと思った瞬間それはどうでもよくなるし、手に入った瞬間それはどうでもよくなる。それは何でかっていうと、生き物は何かを手に入れるために作られてるんで、だからもう僕がいた研究室が、何の研究してたかな、廊下が、年を取る廊下の研究してたけど、うん、隣の研究室で幸福感を研究してて、あ、そうなんですか、多幸感っていうね、多い幸福の研究、はいはい、でそれで麻薬とか使ったりしてたんですよね、はい、今ネズミとかに、うん、でその麻薬がなんで危険かっていうと、何もせずに多幸感を得られるので、何もする気がなくなるっていう、だから幸福で居続ける状態って何もしなくなるってことなんですよね。それって生き物にとって危険じゃないかっていう。例えば大金を得たとしましょう、その時に何もしたくなくなっちゃう、もう幸福が続いたら何もしたくなくなっちゃったら生き物として危険なんで、より足りないものを探すようにできてるんですよ。なるほど。だから幸福っていうものがはなんか得体の知れないものじゃなくて、生き物を動かすシグナルなんですよ。うーん、それを得るように動けってことなの。はい、え、それを得るように動けってことです。でそれが手に入らないと思った瞬間、そんなこと生き物にとってすごく無駄なので、他のことに目を向けるようになるんですよ。うん、だからうちらはそのプログラムに動かされてるんですよ。わかりますか。もうそうプログラミングされてるって。そうプログラミングされてる。何か足りない、欲しいものがあったら得ろ、手に入らないものがあったら頑張れ、手に入らないと分かったら忘れて別のところに行け、手に入ったらそれに慣れて別のものを求めろっていうふうに作られてるんですよ。でも確かにそうすることでその生き物自体も発展するけど社会も発展しますよね。そうないものを作り出したりとか。そうだけど発展すること自体が本当はどうでもいいんですよ。あ、いや、草産物みたいな、外から見ればね、生き物の外から見れば。いや、副産物ではないんです。子孫繁栄のために人間は作られた、生き物は全て作られているので、はいはい、子孫を繁栄する。けれども、本人の幸福はどうでもいい。生き物を作ってる人は、作ってる人がいるとするならば、一人一人の幸福なんて誰も考えてなくて、とにかく、まあ、子供を増やして繁栄するために、何をプログラムすればいいかがそれなんですよ。って思いますか？でもなんかそうだとすれば、それに、そうだからそれに2500万円で、ちょっと遡りすぎた。2500年前に気づいたのが、2500万年前とか言うと、氷が伸びたって。ジュラキみたいな。それに2500年前に気づいたのがブッダですよ。
あこれ結局操られてんじゃん俺たちはって、うん、それに気づいてない、言ってるんですか、言ってるんですか、すごいでしょ、すごいんですよ、すごい、すごいですよ。だから何をしても幸福にならないですねと、それが悟るってことなんですか、それに気づいたの、その気づく、じゃあ博士悟ってるじゃないですか、誘ってる誘ってる誘ってる言いました悟ってないんです、あ悟ってるというのはそれが体感的にも完全に何だろうな、分かったっていう、分かります、うん、僕はその例えば象で言うならば、象というものは鼻が長くてとかそういうの分かってるけど、まだ象を見てないんですよ、耳が大きくてとか、だから実際に分かってない、でも象を見た人って あれが象って分かるじゃん、うん、それが悟りの状態なんですよ、僕まだその何だろう、話には聞いてるけどその状態になってないっていう、分かります、要素は知ってるけどそれ自体は知らない、そう、そういうこと、なんか男ってこういう生き物ねとか言いながら男に何て言うかな、話だけしか知らないっていうようなもんですよ。その顔。どうしました？なんか面白いなって。そうね、そういうことですよ。わかります？で、男の人と実際に付き合ったりいろんなことしてると、あ、男ってこういう生き物ねって、そいつは誘ってる。そういった男を知っている。うん、なんか博士すごいいろんなこと考えているじゃないですか。はい、でそれの一つ一つがすごいなんかレベルが高いんだけど、なんか私なんかそういう難しいこと考えなして突き詰めると結局なんか宇宙に浮かぶ地球の図が出てきて最後終わる。それ誰かも言ってたんだよな。私が言ってた。いや、違う、なんかお笑い、あ、そう。まあ知らない、ウエストランドっていう人も言ってた。全て最後宇宙になっちゃうから。全部なんかあの宇宙に浮かぶ地球の図が出てきて終わってんのよってなってます。OK。その地球ってあの例の雲がいっぱいある、あの例の綺麗な地球。うん、地球儀の地球。うん、地球儀の地球。いや、地球儀じゃない、なんかあのよくある宇宙の図。あのね、青くて雲がこう。うん、ね、で緑もちゃんとあります。あ、緑もある。地球って緑あったっけ？外から見たとき。見えない。Google Earthみたいな感じ。ああ、Google Earthなるほど。どうでもいいんですか？そうそう、どうでもいい話こそが幸福なんですね。あ、そうですそうです。緑って何かあるんですか？いや、なんかあの銀河鉄道スリーナイン、うん、やっぱ結局宇宙なんだよね、やっぱ話の前に私今想像してたんです、なんか子供の頃にあれを見てて、はい、すごい怖いお話の中で私が子供の心に思った書いた、うんうん、なんかすごくすごく便利な世の中になってて、ある星がね、そうそう、うん、何でもこうあって、もう家の中から出なくていい暮らしができてるの、はいはい、でなんか結局何もしなくって、なんかどんどん大きくなっていくんです、体がね、そうってことね、うん、でもう家とか壊しちゃうぐらい大きくなって、あ、はいはい、ボンボンボンって、あ、見たことある、ドーンってことは聞こえるでしょ、あれがもうすごい怖かったんです、私思い出しました。あ、まあ、だからなんだろうな、うん、と便利になって過ぎると壊れちゃう。でもそれってすごく僕面白くて、ちょっと前、ね、どうだろうな、我々ってみんな同じじゃないんだけど、みんな子供だったところに、未来になったら幸福になるとみんな思ってるわけですよ、どんどん便利になったら、うん、ところがあの有名なブレードランナーっていう映画があって、知ってます、うん、あの映画が初めて未来が不幸だっていうことを描いてて、すごい便利なんですよ、そのブレードランナーの世界も。でもみんな辛いんですよ、物が便利になっても幸せにならないってことを描いているんですよ。もしかしたら松本零士はその前かもしれないけど、うん、でその時にだから便利になったところで、さっきのなんつうの、うん、人間のアプリケーションが何をやっても満たされないっていうふうにできてるんで、そうか、どんな未来を描かれようが結局変わんないっていうね。その進化してるじゃないですか、うん、でも生き物っていうか人間も進化してる、うんうんうん、そこのプログラミングのところが変わったりしないですか？その進化に対する圧力っていうのは、僕は進化も実は研究してたことがあり、進化の圧力っていうのは子孫を増やしたもん勝ちになるという圧力なんですよ。わかります？幸福に対して圧力がかかるわけではなく、つまり方向性としては子供をいっぱい増やす方向に進んでいくんです、うん、それが進化ってことですか？それが進化、うん、その結果進化になっていくんで、うん、例えばだから、今、うん、子供を産まない人たちが増えているけど、その人たちはもう退化してる、退化しない、それが200年後になったらその人たちはもういないわけですよ、子孫も何にも、うんうん、でも子供を産んだ人たちの子孫だけ残ってるじゃん、うん、ってことはそれは進化に寄与してないわけなんで、より例えば不安で頑張っちゃう人の方が残ったりとかするわけですよ。今に満足したら、例えばブッダみたいな人って
まあ、実際に子供作ってから出家したからあれなんだけど、もう置いといて、もう子供作らないわけですよ。そういったらでも進化に関係してこないんですよ。だから幸福に対して進化するわけじゃなく、例えば頑張って成長していくってことの方が子供いっぱい残しやすいじゃん。うん、あのお金稼いでってか。ね、そうそう、でいっぱい、そう、そっち側に進んじゃうんですよ。わかりますかね。だから進化していくとしたら、より不安だったり、よりなんか欲求を満たそうとしてる人たちが進化しやすい、残りやすいんでしょうね。本能的な人の方がっていうのは。なんだろう、だから浮気症だとしても、うん、でも浮気症の人は女性が選ばなかったりするんで、そういうバランスはいろいろあるけれども、悟ったような人は残らないですよね。うん、確かに。そう。だから圧力はそっち側にかかって、個人の幸せにかかってないっていう。うん、どうでもいいんですね、じゃあ。別に人の幸せとかは考えてくれてないって。むしろ幸せの、そう、その人間作ってる人とかいうか、まあ、自然は個人の幸せなんて考えてないんですよ。うん、結局人間もいろんな種の中で生き残ったのが人間っていうか、その一番繁栄したのが人間だから今一番頂点にいるだけでっていうことですか。うん、それもね、細かいこと言うとちょっと違って、最近 NHK スペシャルが、あの人類をまた扱ってるの知ってます？人類。なんか人類のやつやってるの知ってます？そうそう、なんで人類が生き残ったのかっていうのを扱ってるんですよ。実はそのネアンデルタール人の方が、ホモサピエンスよりも優秀だったっぽいんですよ。えぇ、ー、って思う、すごいバカっぽいじゃん。ね、うんうん、でも、なんかたまたま、で、ネアンデルタール人は肉体もすごかったんですよ。超肉体も、ホモサピエンスよりすごくで頭も良かった。でも そのため簡単に何だろうな、相手をやっつけられたりとか、こう獲物にすることができた。一方でその弱かったホモサピエンスは、まあ、しょうがなくみんなで協力し合ってちまちまと小さいものを取ってて、でそのいっぱいの人がいる、そのだから、ニアンデルタール人は一つの集団が小さく能力が高いために、ホモサピエンスは能力が低いためにみんなで協力し合ってたんで文化が引き継がれやすかったんだと。その結果残ったって言ってるんですよ。だからつまり矢尻とか細かいことが、子孫をついて伝わってったらしいんですよ。うん、でもネアンデルタール人は作っても消えていく、作っても消えていくみたいな。うん、ということはつまりたまたまですよ。たまたまホモサピエンスの方がいい方向に働いたから生き残ってるっていうだけで、うん、それがなんかいいから進むってことでもないっていう。まあいいかそんなことはどうでもね。っていうか、だからつまりその昔は一番優れたものが生き残るっていう発想だったんですけど、うん、最近の進化に関して言えばたまたまだよっていう、あ、たまたまこの地方にいたから生き残ったとか、結構確かにその偶然みたいのある気がする。だって別に優秀な人だけが生き残るわけじゃないの。その通り、どこに生まれるかとか、うん、たまたまそのアフリカの方に一回人類が滅びそうになった時に、あの南アフリカ共和国のあたりに1万人ぐらい人口がなっちゃったんですよ、もう本当にやばい時。でたまたまそこに海で食べれる貝があって、その貝を食って生き延びたらしいんですよ。で貝がなかったらホモサピエンスは消えてたっていう、まあ、そういうようなことがいろいろ幸運が重なってで生き残ってるだけで、それもたまたまだと。何の話これ。でもネアンデルタール人がすごすぎて滅びたわけでもないんですか。すごかった。でまあそれもね仮説なんでしょうけど、すごかったんで、大きな集団を作らなかった。だから自分たちだけで生きていけるみたいな。その結果、なんか何だっけ、何万年か、何千年か何万年か分かんないけど、石器の進化っていうのを、なんだろう、そういう歴史学者なのか考古学者なのか分かんないけど、うん、そういう人たちが見てて、ネアンデルタール人は全然進化してないんですよ。ずっと同じ形の矢尻を使ってる。でも一方でホモサピエンスどんどん進化してるんですよ。なんか武器とかどんどん進化していってるんですよ。なんでなんだろうと思ったら、なんかもうでっかい集団でみんなに伝え合って、死んでもその家族が死んでも別の家族をその受け継いだりしてるからだっていう。わかります。だからそれは受け継ぐのはホモサピエンスの。ホモサピエンスが受け継いだ。それは集団が大きかった。ネアンデルタール人の作ったもの。いや、ネアンデルタール人はネアンデルタール人たちだけでいろんなことをしてたけど、家族単位で行動してたんで、いくら素晴らしいものを作ってもその発明は次の世代に伝わらないんです。やっぱ数が大事なんですよね。そうじゃない。、まあ、そうとも言える。ネアンデルタール人とホモサピエンスってこのその環境みたいな、それぞれの環境ってでも全然違うんじゃないですか。どういうこと。
いや、そのなんだろうな、分かんないけど、とにかく今回の NHK スペシャルの視点がね、なんだろう、最新なんですよ。その視点っていうのは、ホモサピエンスってたまたま運が良かっただけだよ視点なんですよ。面白そうですね。面白いですよ。いや、やっぱ人類の歴史って、我々の幸福ともつながってるんですよ。なんかなんだろう、例えばそう集団で働く動くようになってるじゃん、人間ってね、ホモサピエンスがね。そうなると人の目を気にしたりとか、そっちの方が生き残りやすくなるんで、うちら、そう、社会的な圧力とか、そういうものを気にしやすくなってるのもあいつらのせいなんですよ、おかげというか。多分ネアンデルタール人の方が生き残ったとしたら、もっと人のことを気にしないグループだと思うんですよね。仲間と敵を分けるとかもホモサピエンスの特徴だと思うんですけど、なんか例えばアメリカで大金持ちたちの、どうだっけ、ウォール街の大金持ちだと腹を立てて、なんかウォール街たった 1% ぐらいの人がアメリカの富の 何十%を持っているということで腹を立てたりするのは、そのホモサピエンスを昔集団で仲間と敵を分けて、敵は攻撃しろ、仲間は守れっていう、まあそういうね、心が進化したというか発達したせいでそうなったんだと思うんですよ。でもなんか人間が繁栄っていうか子孫を繁栄するようにプログラミングされてるんだとしたら、戦争するのっておかしくないですか？それいい質問ですね。それもう一つ NHK でも終わっちゃったんですけど、うん、でもまあ調べれば出てくるのが、なんだっけな、ダイヤモンドなんとか、いやダイヤモンド以外じゃないですよなんとかダイヤモンドっていう人類学者かなんかが、はい、5回にわたって、人類がどうやって進化してきたかをまた扱ってるんですよね、で、まあ、それも含めて、その我々人間っていうのは別に人間という単位で実は行動してないんですよ。人間という単位で動いてるわけじゃないんですよ、一人一人じゃないってことですか？一人一人じゃないってことです。種として種として動いてないんです、別に。あ、そうじゃない、じゃないんですよ。だから、この5人だとしたら5人が仲間と思えるかどうかなんです。仲間は大事にして仲間として行動するんですよ。人間だから大事にするわけじゃないんですか？じゃないんですよ。そうってことは仲間で生き残るってこと？そう、だからそこに敵が現れたらもうそれが人間だろうか何だろうか攻撃する。でもその代わりこの仲間は子孫が繁栄できる。分かる？だから、まあ、この仲間は子孫繁栄ちょっと嫌な感じになっちゃうけどそれ置いといて一瞬僕のメタ認知がいやそういうことじゃないんだよなって思っちゃうけど、まあそれ置いといて、ごめん、村にもしようもっとでかくしようだろうな、うん。いやだからそのなんかそれは別の番組でやったけど、一番友情が働くところってどこかっていうと、あ、それもなんかなんだろう、戦場だと。戦場においてものすごく、戦場って一番ね、危機的状況だからって、いや違うんだな敵を殺すみたいな、そこで仲間を救いに行くときも自分を捨てても救いに行きたくなる。自分を一番捨てられる場所は戦場っていうね、面白くないですか、逆説的というか、そこで仲間と敵が大きく分かれるんですよ。うちらはだから、まあ、これもよく言ってるけど、じゃあなんで人は、殺人はダメと言いながら死刑があるのかっていうと、死刑される人っていうのは我々の仲間を殺してからなんです。分かります？だから我々は常に敵と仲間に分けるんです。で、敵というのは例えば会社においてはエコひいきされてるやつが敵になったりする、あるいは、自分たちを虐げながらいい思いをしているある部署がそうなったりする。あるいは、まあ、もしかしたらミントさんはちょっとそれに意義あるかもしれないけど、加計学園みたいな、それ意義があるかもしれないけど安倍さんがなんかちょっとこう仲間を助けちゃってるとかいうことになっちゃうと国民の多くが腹を立てる、みたいな。情報操作ですよ、ほら情報操作ですけど、まあ、国民はそう思っちゃってる、ね、そうです、ね、それ敵に分けてるわけですよ。あるいはある芸能人がいい思いをしちゃうと腹が立ったりする、勝手に。あるいは何だろう、山道メンバーが、まあ、そういうことすると全員にこう戦う、それは敵だからです。そうか、敵と味方に分けてる。戦争っていうのはその最たるもんで、戦争があるからこそ、なんていうかな、仲間を大事にしてその仲間が増えていくんですよ、結束が。そうで、それは人類の単位である必要ないんですよ。このグループ、このグループは置いておこう、まあ、国家とか、まあこれは40人ぐらいとすると、その40人のグループが生き残ればいいっていう。だとすると戦争って、ものすごく人類の発展に貢献している。なんか分かるような、分かんないよ、分かんないですよね、
だから人類生き残る必要ないんですよ。あるグループだけが生き残ればいい、そのグループは他のどのグループよりも優れてるって、生き残りに関してね、という発想。優れたものが生き残るようになればいいって、うん、自分たちが生き残ればいいと、うん、で自分たちが生き残るためにあれこれするんでしょうね、うん、まあアメリカだったらスパイを送ったりとかね、うんうん、なんかこう一人一人が闘争、なんかあったじゃないですか、リヴァイアさんっていう、なんか万人の万人による闘争だみたいな、この世の中はっていう、何その哲学者ありませんでした、そのルソーとかがいた時か、もうちょっと前かもしれないけど、すごい、なんかリヴァイアさんっていう有名な刊行物があって、刊行物、あ、そういうものだ、書物っていうか、まだその印刷技術とかが発達してない時に出た、よくあの歴史のテストとかに出てくる、おーおー、リヴァイアさん、でこの世の中っていうのは、その万人の万人による闘争状態だって言ってて、その個人がその自分の所有物とか物とかを競って争ってるみたいな、だから結局その仲間であってもた、なんていうの、敵っていうか、それは違うな、そのリヴァイア、それ誰が勝ってるんですか、それ、まあ、A さんにしよう、うん、A さん間違ってる間違ってるね、うん、万人が闘争してるわけでもない、そういうモードはあります、うん、でも一方で仲間も大事にしようっていうモードがある、うん、この人のために自分を捨てて助けようっていうモードがある、うん、でもさっき言ったそのプログラミングとして、その反映しろっていうプログラムがあるなら、やっぱり戦争するのはおかしいですよね、だって全員が反映した方がいっぱい増えるんだから、うん、いやいや、全員、人類で一塊にしてる人間だけだから、あの人間の最近の科学がそうしてるだけで、うん、別に人類がみんな仲間とか言ってるのは笹川さんだっけ、まあ、それ置いといて、それは違うんですよ、あのそういう発想は、あの DNA とか研究している人たちが勝手に作った概念でしかないんですよ、だから隣の村よりもうちの村の方が大事にしたいっていう発想なんですよ、前提がもう間違ってる、前提が、まあ、最近の科学で遺伝子の配列がすごく似てるからそう思ってるだけで、別に隣の村はどうでもいいんです、だからただ、まあ、隣の村と仲良くした方が得だったらいろいろしますけど、要は身内かどうかなんですよ。それ2人以上ってことですか？2人以上、2人以上、そう。それが社会です。この自分のコミュニティがうまくいくためにどうするか。でそれがそのいわゆるそのなんだろう、右翼とかコンサバティブな人たちがいて、もう一方でさあるけど、それと反対のなんていうんですか？左翼。左翼、英語で言うとなんだっけ？左翼というか。ああ、ナショナリズム。あ、ナショナリズムが仲間、国家単位の仲間だし。コンサバティブな国家単位の仲間、うん、一方でそれを壊す人たちいるじゃん、はい、リベラルか、うん、リベラルは自分たちの利益のために新しいものをどんどんしていこうっていうグループはに分かれるんですけど、それはもう遺伝的に組み込まれてるです、うん、どうですかだからその殺し合うのはもう自然です、自然、はい、殺し合う仲間は殺す、そう、仲敵は殺す、そう、仲間は大事にする、殺すっていう機能がなければいいのに、なんで人を殺すっていう、それはあのミントさんが人を仲間と思ってるからです、じゃあ分かった、その人ある人がミントさんの兄弟とか旦那さんとか、うん、殺したらどうします、殺しますか、ほら見なのそれはもうその人は敵じゃないですよ、うん、いや、そもそも殺すっていう機能が人間に備わってなかったら、そういう悲しい思いする人もいないじゃんっていう、そうね、殺し合わないじゃん、そしたら生き残れないんだろうな、人類が生き残れなかったんでしょう、悪いやつとかでやっぱ出てくる、そうそう、滅ぼそうとして殺さないギリギリの手前になんかまあそれともだからそういうの全部生き物として全て組み込まれてるんですよ、うん、うちらはそれに翻弄されてるだけなんですよ、はい、はい、ってことはもう幸せを求めること自体間違ってるってこと、それに気づいたのがブッダなんですよ、そうそうそう、戻ったでもそうそうなんですよ、幸せを求める、我々が知ってる幸せを求めること自体がそれが苦しみを生んでるんだっていう、でも幸せを求めることが喜びを生んでる時もあるじゃん、その喜びもプログラムされてますよっていうでも苦しみもプログラムされてるんじゃないですか、そうだからそのプログラムから出した時は苦しみもなく喜びもない状態なんですよ、逆にプログラムから脱する必要ありますか、ね、それが何だろう、今楽しい人は好きにしてくださいって言ったら言っていて苦しんでる人だけこっちおいでと言ってます、ね、苦しんでる人を救ってくれるんだ、そう、あの病院みたいなもんだって言ってますね、博士結構脱してる方じゃないですか、別に苦しんでないのに、博士なんで脱してる、なんだろうな、もう そこまで僕その元々その遺伝子を研究してたわけですよ、そうするとこういうことがいろいろ見えてくると、うん、そっち側に行きたいなと思っちゃうんですよね、そのなんていうか人間を超えてるわけですよ、
そんな発想。プログラムの外に行きたい。そうそうそう、プログラムの外に行きたい。というところで、すげえブッダみたいな。なんか支配されてる感じがしますね。そうそう、遺伝で、その通り遺伝子に支配されてる感じするでしょ。うんうん、自由になる。で、なんか SNS でもこれしたい、あれはいまいちだとか、ね、これ最高とか言ってる時に、うん、全員プログラムされてるぞって僕も含めてだけど、うん、その向こう側に行きたいじゃん。うん、もうその向こう側に行っちゃうと、もうなんだろう、もうボロボロの服を着て、うん、あのうちの近所にも一人いるんですよ。ズボンがすごい破れてて、100% 白髪で、その人最近尊敬してるもんな。こいつすごいんじゃないかみたいな。うん、逆に私だったらそのプログラムの中でその最大化したいですけど、ね。あ、それは、すごく常識的な考えでいいと思いますよ。うんうんうん、プログラムされてるとしても、それソニア・イブミヤスキーの発想ですよね。うん、だから幸福について研究をして、うん、さらに幸福というプログラムの中で一番幸福を得ようっていう発想ですよね。うん、なんで博士とミントさんはそう書かれるんですか。なんで分かれるんでしょうね。でも私博士のこと好きです。いや、出るな。発想はなんで違うのか。うん、なんかそれは翻弄され、まだね、ミントさんまだ人生経験がちょっと僕もね、29か30年もそれぐらいだと思うんですけど、それぐらいの時に気づき始めたかな。うん、まだまだこれから変わるかもしれない。うん、でもなんかさ、別に同じじゃなくてもいいじゃん。そこがなんか楽しいとこっていうか、博士はそういうふうに思うし、私はそういうふうに思うけど、なんかみんな違って、みんないい。みんないいね。ダイバーシティ。金込み鈴的発想として。ちらっとしちゃったけどね。そうだったんだ。取り上げられて。あんなこと言っといて。一番苦しかったのか。遺伝子のプログラムによるとすると、うん、そしたらこう子孫をいっぱい増やした時に一番幸せを感じる方が理にかなってると思うんですけど。そう、生き物としてね。うん、そうじゃないんです。そうじゃないんですよ。ちょうど、ん、え、質問ちょっと分かる。だから子供を産んだ時にすっごい幸せが、なんかホルモンとか出る。出るでしょうね。みんな、あと孫とかね、いっぱいいたら幸せになれば、はいはい、結構理にかなってるかなと思う。それを思う。でもソニア・ルブミンスキーが言うには、うん、現実で起きていることはあまり関係ないんだっていうのがおかしいってことですか。うん、そう、そこはね、人間に与えられた不思議な特性で、うん、我々はこの世界をどう理解するかまで結構自由を与えられてるんですよ。うん、だから社会全体が子供を産むことは不幸だっていうふうに常識になれば、うん、我々それに影響されていくんです。うん、今結構そういうね、子育ては大変っていう風にイメージが、ね、うん、作られて、日本でもそういうのがあるからちょっと少子化になってきてるのかなと思います。うんうん、その少子化は果たしてダメなのかっていうと、それは分からないなと思っていて、うん、というのもまあ我々の世代みんな違いますけど、我々の世代は結構大変です。あの、うん、我々は年取ったら若者の世代、この世代は年寄りがどんどん増えていく世代なんで、うん、それが終わるとそうでもなくなる気がしますよね。うんうん、だからその辺は分からないですよね。うん、今の日本は大変なので、うん、まあ、少子化だから子供にすごい高等な教育を受けさせられるっていうのもあります、ね、ありますよね。うんうん、まあ、でそれともう一つさっき言ったように、その少子化に子供を残さなかった人たちは、うん、の子孫たちはもういないんですよ。そうそうそう、ということは大きな時間で見ていけば進化には関与しなくなっちゃうんです。うん、なので、まあ、400年後ぐらいになっていれば、うん、また違う人類、それは残った子供たちが作ってる世界なんで、うん、まあ、子供をより残したいっていう人たちは生き残ってるんでしょうね、遺伝的には。うん、さらに言うと、あの、山中教授が iPS 細胞とか作ってるじゃないですか。うんうん、はい、多分人類が進化すると、うん、まあ、科学が進化すると、この1個の細胞から多分自分作れちゃうんですよ。はい、うん、そうなるとまたこう変わっちゃいますね。うん、何歳になってもこの1個の細胞から自分を作れるみたいなことになって、子供を産まなくても必要かもしれない。そう、1個から作れます。うん、え、博士は例えばその400年後の世界とか見たいと思いますか？見たいね。やっぱ見たいですよね。気の取りになって。うん、なんか脳とかだけね、ちょっと凍結しておいて、なんかロボットとかにこう植えておいて、そういうのやってる人いますよね。あのね、脳は脳じゃないと思うんだよ。でも脳もだって死んじゃいますもんね。やってる人いますよね。うん、あれはもうほとんど今インチキだと思います。あ、そうなの、ね。お金だけ取る。お金だけ取る。そう。もう問題になってるんですか。火星旅行と同じぐらい問題になってる。うん、だから、でもただその研究してる人はやっぱりいて、
の我々の意識とか考えっていうのは別にその神経細胞である必要ないと、そのどういうネットワークが作られてるかによって心が生まれてるんじゃないかと言っている人たちがいて、そういう人たちは別に神経細胞を作るわけじゃなく、これと同じネットワークを再現できれば、細胞である必要はないっていう。すごい。でもなんか仏教で考えるとなんか輪廻転生とかあるじゃないですか。ありますね。だからもしかしたらね、400年後にもまた博士が出てきてるかも。ね、輪廻はない。ないえ、ないんですか。ないない、あのそもそも輪廻って発想は、あの、なんだっけ、あの、なんだっけ、そのヒンズー教ですよね。そうそう、であると思ってたの。いや、ないと僕は思う。あるかも、あるかもしれない。でも、なくても説明できる。ないと僕は思ってますけど。だから、400年後はないんだよね。じゃあ、今は一生懸命いきます。その通り、そのやり場見やすく変えます。これ今、録画されてますよね。そうだと思います。はい。じゃあ、サクサクちょっと行きましょう。レベル高い、ね、人類の進化の話になってた。レベル高いじゃなくてね。パート2に行くときに、なんかあのオックスフォード幸福度調査っていうチェックシートがあったんです。でこれはちょっと転記できなかったんですよ、なんか量が多くって。で、ちょっとあの触りだけお話ししますと、ちょっと待ってくださいね、どこかな。はい、次にあげる、あ、ん？ん？これじゃない。すみません。ちょっと待ってください。いいですよ。うん、あった。はい、以下にあげる29の文章は幸福について述べています。それぞれの言葉にあなたがどれくらい賛成か、あるいは賛成しないかについて、下の1から6までのうちで当てはまるものの番号を各文章の前にある括弧の中に記入してくださいっていうことなんですけど、うん、1が全くそう思わないで、6が全くそう思う。ここはなんか6段階なんですね、なぜか。うんうん、まあ、あるでしょうね。はい、で、まあ、これ全部で29個あって、真ん中にされると困るみたいな。点数を足して、まあ、何点かっていうのを知って、またあの自分の指標にするみたいな感じなんですけど、今度はさっきのテストはなんかその自分が幸福を感じやすいかどうかっていうのを見るテストだったんですけど、今度のはそうじゃないんですよね。なんか今度のはそうじゃなくて、その行動で自分がん、これは違うって何ページ、あ、これ書いてないんですよ。あ、はい、あれじゃん、どれだけ幸福を感じやすい体質かとすると、でさっき あの1個前にやったテストはそうなんですけど、うん、これはあなたの幸福度を反映しているのであって、遺伝による幸福の設定値を反映しているものではありませんって書いてある。だから、ね、これあなたの幸福度を反映していると、中の質問を何か 40% の話ってこと。あ、そうだと思います。読みますと、はい、人生は十分に報われるものだと感じるとか、私は将来についてあまり楽観的ではないとか、これはなんか逆質問なんですって。これは例えば1点にしたら、これを反転して6点にしてください、6点として計算してくださいとか、私は人生のあらゆるものにとても満足しているとかのがありました、はい。でこういうのをまあ使って、またあのこれは何のために出したかっていうと、これを知って、その後この12の行動習慣のうち自分に合ってるものをやってみて、はいはいはい、で、その後計測してどれぐらい上がったかみたいなのを見ていきましょうみたいなことらしいんですよ。なんか12の行動習慣のうちで、はい、磨くと、人によって何を磨いたらいいかは違うみたいな。そうです、本当に その通りです。博士のおっしゃる通り でそれをどうやって見つけるかっていうのがあるんですよ、うん、でそのためにはですね、まずその12個何があるかっていうのをちょっとさらっとそのタイトルだけ読みたいんですけど、いいですか。12個あります。でこれはこの12個っていうのは、トニオリ・ボミアスキーさんが科学的な根拠のあるものだけを選出していて、なおかつなんか幅広い分野から選んでるって言ってるんですよ。なんかこう、はい、いきます。1、感謝の気持ちを表す。12の行動瞬間読みますね。1、感謝の気持ちを表す。2、楽観的になる。3、考えすぎない。他人と比較しない。ダメだ、ここダメだ。4、親切にする。5、人間関係を育てる。6、ストレスや悩みへの対抗策を練る。7、人を許す。8、熱中できる活動を増やす。9、人生の喜びを深く味わう。10、目標達成に全力を尽くす。11、内面的なものを大切にする。12、体を大切にする。瞑想と運動で、これが
それぞれどれが自分にその合ってる行動かっていうのが違う、うん、合ってるっていうのはどういうこと？合ってるっていうのがですね、どういうふうにこの次具体的な行動に移るその 40% の、幸福のための行動をするにあたってじゃあ何をすればいいのかっていうのを決定するときにどういう基準で選ぶべきかっていう、伸びしろがあるってことね。合ってるっていうのは今は例えば3番目はできてないけど、うん、訓練によってあなたは3番目を上げられるというのが合ってるってことね、はい、例えば3番目を、はい、あなたは全然足りないんだけど頑張っても無駄っていうのは合ってなさそうですよね、うん、あるいはそのもうそれはできているからする必要はないっていうのも、あ、そうです、うんうん、なんて言うんだろう、この選び方がもう重要ですって、幸せになるために最適な行動の選び方をしましょうって、うん、別に12個全部やる必要なくて、うん、この行動の中から自分に合ったものを選んでやりましょうって、うん、では何が合ってるかをどうやって選べばいいのかっていうので、うん、そこを深く考えちゃうのが多分4番目なら足りないと思うで、その選び方なんですけど、これはまだパート1のところで出てきてて、1、やり方としては、あ、なんかこう幸せになるために行動してても失敗してる人がいると、それはなぜかというと、やっぱり自分に合ってない行動を選択しちゃってるからだって言ってて、それでどうやって選ぶかというと3つ方法があって、1番、自分の不幸の原因に合わせる、それがあるから不幸だっていうね。そうです、そうです。なんか研究でいろんな人を調査した結果、幸福な人ってみんな大体似通ってたらしいんですよ。幸福な人はね、なんか似たようなものだったんだけど、不幸な人は不幸な原因が様々あったって。不幸な人はなんかいろいろ多様、考えすぎてるから不幸だとか、人を許せないから不幸だって別なんだ、はい、そうです、うん、だからその自分の不幸にフォーカスしてそれを改善できるようなものを選ぶか、いい、2番目は自分の強みに合わせる。逆にその悪、あの弱みじゃなく、弱みっていうか不幸の原因にフォーカスするんじゃなくて強みにフォーカスしてそこを伸ばすか。そうか、ここは伸ばしやすいからもっと伸ばせば全体的な幸福度は上がるんだと、うん、はい。で、3番目が自分のライフスタイルに合わせる。例えばすごく忙しいのにあのいいことを何個も書くっていうのをやろうとすると、うん、結局それはなんか幸福のためにやってることだけどストレスになって続かないし、確かに、うん、幸福度を上げることにはなりませんっていうことで、うん、そういうことに書いてありました。サミアリバムが好きにダイエットも書いてほしいなそうですね、そうですね、痩せてる人みんな人気あってるけど太った人に12個の中持ってた、 ありそうそうで、その、はい、すいませんで、3つのその選び方があった上で、なんかこの幸福行動診断テストっていうのもありまして、はい、これはこのソニア・リボミヤスキーさんの一緒にその幸福についてリサーチしている同僚の人が作成したものをちょっと改訂してる。同僚の人ってもうちょっと言ってあげるよって感じ急に不思議、同僚の人って、まあ、シェルダンさんと、シェルダンさんね、シェルダンさんと、シェルダンみたいな、はい、一応名前書いてあるんですけどそう、なんか人はさまざまな理由から行動を起こすと、うん、で、行動を起こす理由が大きく分けて5つありまして、うん、それが自然である、この行動を取るのは自分にとって自然な行動だと感じられ続けていくことができるから、はい、そういうことね、はい、で、2個目が楽しい。私がこの行動を取るのはそうするのが楽しくて興味深くチャレンジ精神をそそられるから、うん、で、3つ目が価値がある。私がこの行動を取るのはそうすることに価値があると思い共感を覚えるからですと、うん、楽しくない時でさえ自主的にこの行動を取りたいと思います。分からないな、それは、共感がある、楽しくないの、それはどうして共感がある、価値があるです。これは価値があると思うから楽しくなくてもやりますと、次4番目が罪悪感を覚える。私がこの行動を取るのはそうしなければ恥ずかしいし罪悪感を覚えるし不安になるからですと。不倫をしないとかね、うん、私は無理をしてでもこんな行動を取るでしょう、そうしなければ恥ずかしいという、例えばお礼を言わないと恥ずかしいとか、そうね、うん、あのエレベーターで開けるを押さないと恥ずかしいとかね、そうですよ。であと5番目がやむを得ない。私がこの行動を取るのは誰かにしてほしいと言われているから、または状況上そうするしかないからですと。あるね、やむを得ない、うん、なんでこの5つをこの 1,2,3,4,5 この12個にそれぞれ当てはめてまた点数をつけるんです、うん、めちゃめちゃいい本じゃん、うん、自分で点数をつけて、そうすると自分がやりたい行動が4つ、あの上から4つピックアップするんですね、その点数が高いもの順に、うん、12のうちの4つをね、そう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 、うん、でまずはそれの中の1個か2個やってみて、うん、あのどんどん3つか4つに増やしてもいいし、うん、まあ、1個か2個やってみて1個なんか
合わないなと思ったら次試せとか言ってましたね。そりゃ幸福度高くなりそうだな。ちなみにミントさんは何がいいんですか？私は、2と3と5と10かな。つまりいや、わかんない。違いますね、2と8。それは何？それ中身が知りたい。2って何でしょう？人間関係を育む、うんうん、2じゃないですね、すみません、人間か 5ですね。5と人間関係を育む、目標の達成、10番目標の達成に全力を尽くすと、うん、8心から打ち込める活動をもっと増やすと、うん、9人生の喜びを深く味わうか。それが伸びしろがあると。伸びしろがある。いやそれいいな。それうちにそのままあるけど、そこまで読んでなかった気がするな、うん、なんか点数をつける、まあ、実際行動するんだもんね、それで。そうですね、うん、でもまあこの先生というか、ソビア・リボミヤスキーさんが言ってるのは、その、まあ、点数が高かったとしても低か、高いものからまずやっていって、で結局最終的に12個やってもいいし、まあ、自分に合うものだけピックアップしてやってもいいよって。別にそれやり方はそのご本人にお任せします、うん、だから昨日の私より幸福になってるってことだよね。そうです、そうです、うん、それで自分を高めることが、自分の幸福度を高めることができると、うんうん、でまあ、具体的なやつちょっと全部はやれなかったんで、何個かこう私のやつじゃないんですけど、うん、一般的な、まあ、最初の方からちょっと見るだけ、ちょっと多少あと5分ぐらいなんで、うんうん、7分8分ですよ。8分ですね、はい、はい、考えすぎる細かい。いえいえ、まあ、1番目まずいきます。これ4ページですね、はい、1目の、うん、あ 3ページです。あ3ページ、はい、すいません、はい、3ページの最後の下の方 の1番、感謝の気持ちを表すっていうのがまず1つ目なんですけど、うん、これ、感謝とは物事を大切に味わい、それは当たり前だとは思わず現在に価値を置くものですと、うん、またネガティブな感情を解毒する作用もありますと。これはやってるな、はい、うん、感謝の気持ちを持たない人より感謝をよく示す人は、落ち込んだり不安になったり孤独を感じたり嫉妬したりノイローゼになりにくいことが分かっていますと、うん、で感謝を表すことを求められた研究グループが、人生についてより楽観的に感じ、より満足感を持ったと、うん、ソニア・リボミアスキーさんの実験では、この、まあ、実験の参加者に感謝日記をつけるように指示するんです、うん、でありがたいと思ったことを5つ書き出して、それについてじっくり考えさせますと。でそれを6週間続けます。で感謝日記をつける2つのグループでその頻度を変えます。1つのグループでは、1週間に1回日曜日の夜にそれをします。で、もう1つのグループでは1週間に3回やりますと、うん、火、木、金だったかな、まあ、ちょっと忘れちゃったんですけど1週間に3回やって、でその後幸福度を測定するんです。そしたら感謝を表現したグループは、介入があった後そのやってくださいって、その感謝することを5つ挙げてくださいって言われた後の幸福度がかなり高くなったんですけど、うん、この実験の興味深いことは、この効果が出たのは毎週日曜の夜に感謝すべきことを書き出した参加者だけであって、うん、週に3回書き出した参加者からは何の効果も得られなかったんですって。やりすぎちゃダメ。それ日曜学校じゃないですか。ん？日曜学校行ったんじゃない。だから結局そのストレスになっちゃった、3日っていうのが多すぎちゃって。ちょっとそれはでも後の解釈でしょ。本当はそういう理由じゃないかもしれないでしょ。あ、うん、ソニア・リボミアスキーさんもそう書いてました、うん、だからだってさ、じゃあ3回書き出したとしてもストレスじゃなければ問題ないってこと、ね、書くことが好きな人もいますよね。そうそうそう、たまたま逆に書かないとストレスになる。そう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 、あうん、そうね。え、でもね、そう書いてあるんですよ。いやだからそれはソニア・リボミアスキーの解釈なんですよ、うん、あというのもその研究でもそうなんですけど、例えば論文が出た時に実験結果っていうのをまず書くんですよね、論文って。で最後にディスカッションって言って、それを私たちはこう解釈しますっていうのを書くんですよ、うん、でもこのこう解釈しますっていうのは本人の仮説であって、それは事実とまた違うんですよ。うん、確かに解釈みたいですね。そう、なんか感じてきたのでしょうって、次第に退屈に感じてきたのでしょうって書いてある。そうだからそれはディスカッションだから本当は違う理由かもしれないよ。あ、そっか。3回書くことはもしかしたら脳が慣れてしまうってことかもしれないですよ、うん、そうかもしれないです。何が原因か分かんないけど週に1回だけやった方が効果があったってことですね。そうです、そうです。でもこれもさ、その実験のに限定されてて、うん、例えば2年後はどうなんだとかね、うん、その時は新鮮だったからそうだったかもしれないけどっていうのは、
でも確かにその対峙新鮮な方法を試せとは書いてあります、うん、だからそのやっぱり慣れてきちゃうんで、うん、慣れてくる、そうそう、絶えず新鮮な方向でやりますとは書いてますね。はい、はい、で、その感謝することについての、効果が幸福度が高まる8つの理由があると、この8つの理由を理解するとより感謝を示して幸福度を高めようとすることができると、うんうん、1、ポジティブな人生を味わえるようになる、うん、2、自尊心や自信が強まる、3、ストレスやトラウマに対処するための助けとなる、4、道徳的な行動ができるようになる、うん、5、人間関係を強固にし新しい人間関係を築くのに役立つ、6、他人と比較して不幸だと感じることが少なくなる、7、ネガティブな感情と相入れない、8、快楽順応を防ぐ効果がある、うんうんうん、そうね、うん、感謝することを挙げていたら、うん、それが当たり前だと思いにくい、ね、そうなんです、そうなんです、うん、分かる、はい、で具体的にどうすればいいかというと、その実験でやったように感謝日記をつけたり、さまざまな感謝の表し方を試す、しかも週1でしょ、そうですね、感謝日記はそう、そうだと思いますね、はい、うん、まあいいや、はい、それは書いてないんだよね、週1っていうのはね、まず1日のうちでちょっと日常の雑事から離れて考えることができる時間を選んでください。朝一番に行ってもいいし、昼食の時間でも通勤時間でも、あるいは就寝前でも構いません。今あなたが感謝していることを3つから5つまで、些細なもの、ドライヤーが直った、花が予約された、夫が帰りに忘れずに買い物をしてきてくれたから大きなもの、夜空が美しかった、子供が初めて歩いたまで思い巡らしてくださいと、実践するにあたって大切なのは心から本当だって思っていることに目を向けることですと、うんうん、週に一度、やっぱり週に一度ですね、幸福度を高めるには平均的には週に一度感謝日記をつけるのが最も効果的だという結果が出ました。平均的にはね、うんうん、これは多くの人におすすめしますけれども、あくまで平均なので、人によっては週に3度あるいは月に2度など異なったスケジュールで実行した方がプラスになる場合もあるです、うん、なるほど、分散してるんだね、うん、はい、なのでこれ僕実際にずっとやってるけど、確かに幸福度高いもありましたよね。毎週やってる、日記って自分でこう上げてる、口で喋ってる、うん、で子供もネガティブだったんで言わせるようにしてて、ああ寝るときになんか、いいこと、うん、何が良かったっていう、いいですね、すごく20個ぐらい開けてくるから困っちゃうんだけど書かなくてもいいんですか、いや、僕たち、僕はそうしてる、朝の質問、みんな、でもそれで副作用が あると思ってて、何もする気が起きなくなるっていう、もう十分今と幸せじゃんと思っちゃうんですよ。そうですね、まあ、省エイカはそうじゃないって言ってたけどね、そうじゃないんだ、あ、そうだ、幸福になることが成功よりも先に来るって言ってましたね。そう、なんかあの外科医とかも幸福であることを自分がポジティブで今幸福だと思ってる方が手術の成功率が高いとかいろいろ書いてあったけど、うん、でも 僕自身実際にやる気がなくなっちゃったんだよな、今は幸福なんで。あ、そうなんですね、うん、今が不幸だと思ってる人は頑張ったりしないのかなっていう。それは年取ったからってことはないですか。ありえる、あとはもうある程度成功しているからとか、まあそれはまあある程度、まあそれはありえる、成功はともかくとして、なんか私の引っ張った言葉できたと思う。悪い笑顔がいる。そんなことないけど、いや博士ってそのそれだけ、ジョーカー、はたから見たら結構なんか成功を収めてるのに、なんか自分のことそんなに成功してるって思ってないんだなと思ってちょっとニヤってしちゃったんで。あ、本当。なんでだろうって。いや、あんまり考えすぎちゃいけない感じだからね。そうか。はい。で、まあ直接感謝を伝えてもいいし、感謝の手紙を書いてその人に渡さなくても書くだけで自分の幸福度が高まることが分かっていると言ってましたね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、2番目、楽観的になる。これちょっとさらっと言うだけなんですけど、まあ、楽観的になることが、幸せ幸福度を高めるっていうのはポジティブ心理学でも結構言われてて、うん、9時ですね、今ね、はい、最高の自分像を描くことに全力を傾けることで、自分を変える力は自分自身の中にあると気づき、価値ある目標に向かって進めるようになると。私にはそれができると考えるだけでなく、どうやったら目標を達成できるかのプロセスについてもしっかり考えることが大事。それを考えることが楽観的になることにつながるんだ。そうです、なんか楽観的になるっていうのは、なんか目を見当たらに何でも自分にはできると思うことじゃないって言いました。でもそれを例えば、まあ、結婚するっていう目標を立てた時に、はい、
私には無理だと思っちゃうかもしれないじゃん。だからプロセスも考えなきゃいけないんでしょ。どうやったら達成できるかを考えるんです。なんか無理だって考えるんじゃなくて、どうやったら達成できるか。なんかあのミッシングワーカーっていうのをまた NHK スペシャルでやってたんですけど、今の映画は何ですか。また NHK だ。この人はずっと NHK 見てるんだなみたいな。また置いといて、あのなんだっけ、50歳ぐらいの男性が出てくるんですよね。その人は親の介護がすごく大変で、で、やって親でも年金で暮らしてたんですよ。自分が 働けなくなって介護ですね。でその後もうなんか、就職活動とかするけど全然相手にしてもらえない。でついにはなんか親の、まあ、遺産全然ないんですけどね、はい、それだけで日々暮らしてて何にもやる気がしないと、うん、で今どうやったら就職するかを考えるけど、その手段が一切見つからない。で僕も見ててこの人就職無理だなと思ったんですよ。世の中厳しいし、うん、そしたらこれねどうその就職するまでのプロセスを考えると憂鬱になるからそれをやめてしまうっていう。じゃあその人にはこの楽観的になるというのは向かないんでやらないのか。おいい鋭い、そういうことですね。それは向かないからやめろって言うんですね。万能なのか面白い面白い、そうですね、やめた方がいいかも。うん、うん、OK、はい、はい、じゃあ次、向いてる向いてないのかな、はい、3、考えすぎない、他人と比較しない、この反数思考っていうのもこの人研究してるらしくって、はい、反数思考っていうのはネガティブな考えを何度も繰り返してしまうこと、つまりなんか人間の傾向として全員がっていうわけじゃないんですけど、うん、その不安とか恐れとか失敗とかそういうことの方にばっかりフォーカスしてあって、それを何回も何回も考えちゃうっていう性質の人がいると。わかる、はい、恋愛回路とかできちゃうと、うん、そうなっちゃったりするね。そうですね、うんうんうん、で、この人がまあ大学の新入生かなんかの時に、調査した研究で、心の底から幸せな人は暗い考えや不安な考えから自分のエネルギーや注意をそらすことができる能力があることに気づいたらしいんです、うん、つまりその、不幸な人ってこう人と比べて自分がダメだって思う傾向があるんじゃないかって筆者はなんか仮説を立ててて、うん、ってことはなんかあの幸福な人は逆にそのあ違う仮説はその、不幸な人っていうのはその自分より優れた人を見るとその優れてるっていうことになんか劣等感を感じる。その相手と比べて、うん、あの人はあんなにすごいのに自分はこんなダメだみたいな。うん、ふうに思うと、はい、っていうことを逆を考えれば幸福な人っていうのは自分より劣ってる人と自分を比べて幸福だって思ってるんじゃないかっていう仮説をなんか面白いらしいんですけど、そのインタビューをしたら幸福な人は全くそういうことは何も考えてなかった。その比べたりとかをそもそもせずに、あのなんか自分のその熱中できることとかその自分自身のことを考えてたみたいな感じ。そんな人いるんだ。うん、なんかそんな感じだったんですけど、ちょっと今 の, あのすいません正確じゃないかもしれないんですけども、とにかくその自分より劣ってる人と比べてるんじゃないかっていう仮説はとにかく間違ってたと。じゃあ例えば AKB とかに参加してるって言った人でも1位とか10位とかあるじゃん総選挙で、はい、で1位とか取られた時にうわなんだクソとか思ったりせずに、うん、そこは一切考えず私は10位だったからそこに集中するみたいな人がいるんだ。じゃないですか、ね、多分自分のファンを隣の人は4位だったりするんですよ自分は10位で。でも、うん、そうなんだみたいな。そうなんか幸福な人でもその人いる気がする。すごいなそれ。そうなんかそう幸福な人っていうのはなんか人が成功した時はその人をそれを一緒に喜べるんだって。それすごい喜べて喜べます。あんまり聞いちゃダメだ。喜べますよね。あんまり嫉妬心とか少ないって気がします。嫉妬心がね、うん、おなんかそういう話を妹とした時に、うんうん、妹はなんかすごく嫉妬ばっかりだよって言ったんですよね、うん、その話、はいはい、すごいそれびっくりしたんですけど私はあんまりそういうのないんだよ、ね、幸福だその3番では幸福だ。そうです、ね、あ僕はもうすごい比べるんだよな。そうなんですか。博士って全然人と比べないのか。比べないようにしてるわけ、うん、博士すごい比べてるんですよね。そうなんでさっきのなんか幸せの話も、うんうん、比べてるとは思った、うん、だって信長とも比べてるから僕自分と信長を織田信長そんな人も織田信長の時代はクーラーとかないし色んなものないから、織田信長より実は僕なら幸福だとか、ね、
すごい。どこから引っ張ってきたの？だから僕、織田信長ってのは天下統一した人じゃん、はい、まああるいは秀吉でもいいや、うん、でもその人たちって、多分僕より美味しいもの食べてないわけよ、うん、多分僕昨日うなぎ食べてるからねでも織田信長はうなぎなんか食べてないわけそれ大体食べてないですよ、昔の人でしょ。ということは僕のは織田信長より幸福じゃんつまりその他人と比較しちゃってるすごい味方の対象だ。いやもちろん、ね、その あるそのテレビ番組に行かせてた時にある、名前忘れちゃったのある人って言うんだけど、その人ってもう超すごいのよ、うん、なんかヘラヘラしてるけれども、うん、なんかまあなんだろう、まあ、学歴がめちゃめちゃ高い、まあ、いわゆるトップですよ、ね、それでなんか、文系でトップでありながら理系でもトップみたいな、で政治家とアナウンサーやった後、うん、大学の先生やってるみたいなね、うん、で僕は一生懸命1週間かけて調べたことを毎週その出るわけなんで、テレビ番組毎週出るんで調べてくるんですけど、それをはるかに超えることをやっていながら、それは副業だみたいな、なんだこいつと思って、もうすごいこう苦しいですよ、ね、だからそういう仕事嫌だなと思ったんですよ。でしかもその人は人もいいんですよ、優しいんですよ。何これっていう、いるんだよな、何このスペックみたいな、それを喜べないんだよね。うん、なんかフェーズロックでも自分より偉い人っていうか、なんかそういう人は見ないって言ってましたよね。そう、だから7割消えましたよねでもそれって利害があるからじゃないですか。利害はあるかな、確かに。だって同業他社みたいなもんですよね。しかも僕 そのコアが人から頭がいいと言われたいっていうコアがあるじゃん、うん、あ それをはるかに超えてくるやつがいるわけですよ。でもそういう人の方が成功しやすいと思うんですよね。その他人と比べて自分の嫉妬心とかをかきたてられる人の方がより努力するし、ね、そう考えるとこの本を実践することにより目標達成できなくなるんじゃないかっていう、さっきのねテーマが現れるんですよ。幸せになっちゃ う, そ, うその視点を持ってる。しかも快楽順応ってあるじゃん、うん、快楽順応かな、はいはい、っていうのも僕がそのツアーの研究室でやってたように、うん、快楽順応が起きないとするならば、ずっとそれを快楽と思い続けるとするならば、うん、人は努力しなくなるっていう結果を出してるわけですよ、うん、だから快楽順応を防ぐ効果があるって言った瞬間、この人は現状に満足し努力をしなくなるっていう、分かりますかね、うん、それも考えすぎなんですけど、考えすぎですちょっとずれるかもしれない、うん、はい、今の若者ちょっとそういう方向に、そうね、あのなんか今で十分満足っていうね、うん、でもそれは、理由がもう一個はいくつもあるんですよ。一つの理由は、もう何かしても未来が良くなるわけじゃないっていうことをずっと与えられ続けてるじゃん、うん、でもそれまでの子供たちはなんか未来が良くなりそうっていう可能性を常に感じ続けてたんですけど、うん、もう氷河期ぐらいから、あの就職氷河期ぐらいからもう未来はないですよって言われ続けてる。しかもね、うん、我々が老人になってたらもう苦しいだけですよって言われたら、ね、手に入らない距離になっちゃうもんね。逆転ないんだ。そうか、手に入りそうで入らないでなくなっちゃった。そう、なくなっちゃった。あとその、誰かがそのまた別の本で言ってたけど、親、その子供の頃の夢っていうのをよく出すじゃん。あの保育園の子供たちは何になりたいかっていう。あれ親たちが学んだことを子供に教えてるわけよ。うん、でその時に、まあ、公務員が増えたりとかするじゃん、うん、子供で子供に今の子供は夢がないって言うけど、いや親がそうやって教えてんだろうっていうね、うん、そうかも。結局安定した日々を送れればそれで十分っていうふうにもう親がそう してんだよね、うん、ということの影響で彼らにはまあ罪はなくそうなっちゃうのは、誰でもその時代に生まれればそうなるんだろうなと思うんですけどね、うんうん、次行きますか、はい、そろそろ終わりが近づいてきました、ね、そうですね。じゃあもう最後比較しちゃうな。これは伸びしろかな、そしたら僕もそうですよ、そう思うと私はなんか努力しない方に行ってる気もするんで、うん、そうそう、でも幸福だからいいんですよ。だって 10% しか影響与えないんだからね、うん、まあ、セリフは違うって言ってるよはい、はい、まあ親切にするとかはどうして親切に、他人に親切にするっていうのが4番目あるんですけど、うん、なんで親切にすることが幸福を高めるかっていうと、自己重要感が高まるのと、うん、人間の基本的欲求が満たされるからっていうふうに書いてました、うん、基本的欲求なんだね、うん、なんだ、人と関わり合いたいとか、なんかその
社会に、なんだっけな、まあ、とにかくね、人間の基本的欲求が満たされるんですよ。ホモサピエンスが、あの、瞑想しつつ野獣が進化したように、それは、その役立った時に幸福が生まれるので、うん、そういう文化が残ったんでしょうね。そうです。うん、で、あと最後、5番目に。いや、聞いてますよ。矢尻の話ね。あの、男性が聞いてない時に、聞いてるって言ったら、ああ、どうしましょうみたいな、繰り返すとか、ね。もうバレバレです。いや、もう時間を省く。時間もそうそう、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。全然言わなくてもいいんですけどね。はい。じゃあ、最後にしますね。うん、この、人間関係を育てるっていうところね。はい。ダーウィンの進化論でなんか述べられたことがあるらしくて、うん、人間は強力かつ安定したポジティブな対人関係を求め維持したいという強い欲求に動かされるものだと、うん、人間はなので社会的なつながりを持ちたい生き物だということダーウィンが言ってんだ、うん、あんな古い人がだガラパゴス諸島ってこの進化論のこれクイズなんですけど、はい、どこの国の領土か分かりますかすごい難しいねどこだろう。わかんない。ああ違う。多分南米。南米。ああやっぱりちょっと一瞬遅れてる。南米で。コロンビア。アルゼンチン。ブラジル。チリ。うん。あの正解はエクアドル。エクアドル。知らないですよね。はい。はい、これはクイズ好きな私からの問題どうでもいいんですけどでこの人あのこの、リボミアスキーさんは結構やっぱりその結婚とかは大事と思ってるみたいなんですよね、はいはい、あらゆる研究がやっぱりその結婚をしてる既婚者はすごいなんか幸せだっていうことはもう示してると本当だって結婚した瞬間一番幸せで、うん、そこからどんどん幸福で落ちてるって研究あるよあそれもあるんですけど、うん、あのその研究もあるんだけどやっぱりなんか既婚者は独身者や、離婚した人に比べて幸せ度が高いという研究もあるらしいもうあるね、うん、で、まあ、それはでもそれだけに限定しないとそしたらあの恋人も欲しくなくて結婚したくない人はどうしたらいいのかっていうことを言ってて、うん、そしたらしかも現実は 10% しかある効果ないと言ってたのに、うん、そうでもなんかこの人はこの人も新婚なのかわからないんですけど前だからそうなんか結婚は私の選択の中で一番いい人生で一番幸福なんだそうだと言えるみたいなことを言っててだけどなんか研究した結果結婚による幸福は2年ぐらいしか続かないっていうことはもう分かってると、うんそうね、でもそれは快楽順応に抗ってる男性の被験者もいてその人8年続いたままだってだからその感謝することを忘れないとかさっき言ったみたいに快楽順応に結婚することをすれば続くみたいなこと言ってて、まあ、それはそのともかくねそれはともかく、はい、それはともかく、まあ、あとはそのゴットマンの研究をすごく引用してました、ね、ここでは、ねうん、あの2人だけの時間を作ったり称賛感謝そして愛情を伝えるとか、うん、その前やったあの、うん、結婚生活成功させる7つの原則でやったようなことも言ってるし、うん、あとはもし恋人がいないあるいは恋人が欲しくない場合はどうすればいいかというとですね、人間関係に投資をすると恋人や配偶者との関係でなくても人生で重要なほとんどの人間関係において幸福がもたらされるそうですそのために必要なことは時間をかけること、自分をさらけ出すこと、あとは、世界共通のこれ友情じゃない友情ですね。すみません、うちまで。友情だったんですか。そうです。友情のルールは、友人が陰口を叩かれているときに味方になる、秘密を守る、友人の悪口を言わない、好意に報いるなど、これはなんか世界15カ国で調査した結果、友情の共通ルールとして挙げられたもので。あとはその人間関係を築くときにやっぱり長期的ないい人間関係っていうのが人生の幸福にプラスに働くみたいなんで別に友情だけじゃなくても家族でもいいですし、うん、あのお隣さんとかでもいいと思うんですけどだから別に配偶者恋人に限定しなくてもそういった人間関係に投資をすれば人生の幸福度が高まる可能性は十二分にあるとでもさそんな単純じゃないよな友人が陰口を叩かれるときに味方になるっていうのは別の友人の陰口だったりするじゃん考えすぎてます。本当だ。メロンさんそれが大事なんです。なんか考えすぎてる時にちょっと脇に置いとく。その考えすぎてる問題をちょっと脇に置くっていうことはすごく大事みたいですよ。
で僕もともと研究者だからさ、なんかこう鵜呑みにすることの恐怖感ってあるよね。でもなんか鵜呑みにしないことによる損失もめっちゃありそうですよね、博士の。僕そういうのに反対しておきながら、結局そんな反対してないから実は。あ、そうなんですか。それならいいんですけど。だってさっきすごい素直でしたもんね。そうでしょ。翻弄されてた時、そう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 、まあ博士がね、わざと反応してるっていうのは分かるんですけど、そうなんですよ、うん、結局最後は受け入れてる。そうなんですよ、まあ、実はこの本大好きだしね。あ、そうですよ、ね、うん、まあ、この本は博士におすすめされたんで、よかったら皆さんも読んでみてください、はい、じゃあ終わりですか。まだピクピク一丁目つきます。まだ大丈夫です。まだ何か言います最後。もう大丈夫ですか。 ないです。よし、素晴らしい本だった。読んでください。これ絶対、本当に買って読んだ方がいいと思う。買わなくてもいい、うん、読んだ方がいい。だってすごいよく出てきますもんね。中古本市場でも人気です。しかも実践できるからね、これ。どうぞ消してください。さよなら。さよなら。